はいそれでは時間になりましたので第9回、えー、全学ゼミディープテッ企業会の招待を始めますはいじゃあそれではえー、っと早速ですが望、えー、月さんの講義に入れればと思います本日は、えー、っと講義をですねえー、っと最初の 75分ほどしながら、でそれもえっと双方向で LANWITH のえっと意見とかを見ながら講義を進めていただき、最後の15分、まとめて質疑応とする形となります。その後えっと事務連絡で10分ほど、いつものように授業案内とさせていただきます、はい、それでは内月さんよろししくお願いいたします。 はいえー、と本日はですね、えー、とビッグピクチャーを授業に育てる、まあ、授業の始め方というタイトルで私の方うがあのお話をさせていただければという,ふうに思いますのでよろししくお願いいたしますであの今、あの村津さんの方から話があったように一応私もあのスマホの方でなんかあで質問が見れるようにはしたんですけれどが、まあ、ちょっとうまく拾えないかもしれないのでその時はまあちょっは村津さんの方から質問いただいたりあとまあ最後にまとめてちょっとお答えできればと思いますのでよろしくお願いいたします。はい じゃあ最初にですねちょっとあの私自身の,あの自己紹介と私が所属している IGPI という会社の紹介を簡単にできればというふうに思います。私は初回のオリエンテーションの時にはあの参加をさせていただきましてあとはまあそれ以外はちょっと講義の方 Zoom ではあの拝見していたんですけれども。 あと先週の中間報告も本当はちょっとあの来る予定だったんですけれどもちょっと残念ながらちょっと身内に不幸がありまして欠席してしまって失礼いたしましたというところですがまあちょっと先週皆様とあのやり取りできなかった分も今日さらにやり取りできればなというふうに思っておりますで私今は IGPI という会社であの共同経営者という立場であの仕事をしておりますけれども新卒最初の時はですねあの まあ今はもう亡くなってしまったですね当時3000人4000人くらいいた監査法人だったんですけれどもそちらの方でですね企業の決算書のチェックをする監査の仕事の方をしておりましたでその後ですね IGPI の方に転職をしましてまあいわゆるまあ大企業と言われるような企業のですねまあいろんなこう改革であったりあとは新規事業やろうということであったりま,あまたまた M&A とかいろんなものをあのやっております、うん。 であのまあ、それで大企業さんのお仕事をすると同時にですねあのベンチャーをあの立ち上げるところから、まあ、あの今回の講義の中でも。あの いろいろエグジットとか IPO とか M&A みたいなことがあったと思うんですけれども、まあ、そこまで一貫して支援をするということをあのやりながらですね、まあ、いわゆる大きい会社さんからベンチャーまで幅広くいろんな支援をさせていただいているということになっておりますであとはですね、まあ、ガバナンスっていう言葉皆さんまあ結構新聞とかいろんなメディアでもご覧になるかと思うんですけれども、まあ、あの会社、まあ、トップから変わっていかなければいけないというところであのユーグレナという会社あの 初回の1回目か2回目の時に香見先生が結構あの名前を出して紹介してくれていた緑虫の,の会社ですね、そこの会社の社外取締役であったり、あとはまあ関西出身の方、もしもいらっしゃったらまあ乗ったことあるよって人もいらっしゃるかもしれませんけれども、南海電鉄という会社の社外取締役などもやっています。で次に IGPI の紹介なんですけれども まあそうですねあの大企業さんからベンチャーさんまでこう会社をまあいい意味でもちょっと苦しい時期も含めて変えるというところに幅広く携わると同時にえっとそうですね塩野の会の時にも何か質問があったかと思いますけどもまあ南紀白浜空港の運営であったりその左の道のりホールディングスというのはえっと北関東から東北エリアを中心にですねバスを3000台くらい持って。 交通事業やってるんですけども、自分たちで事業もしていますし、あとはですね、あの投資をしたりっていうところで、あの北欧のベンチャーのノルディック忍者であったり、あとはちょっと次のページでご紹介しますけれども、センターインキュベーションのところに投資をしていくアタックという会社だったり、まあ、大協賛に関わるところから、自分で事業をするところから育てるところまで広く携わっているということになります。 でまあ、ちょっと皆さんに関係あるかなというところで、このアタックという会社の紹介を少しさせていただければというふうに思うんですけれども、これはですね、IGPI がですね、いわゆる企業さんと、あとはベンチャーとですね、あと今回、東大のようなですね大学の研究機関と、まあ、幅広くいろいろさせていただく中で、これをやっぱうまくつなぐっていうことが、ですねディープテック領域含めて、あの世の中の社会実装に役立だんじゃないかということの思いで、ですねここを支援する会社とのを立ち上げました。も、ま、も、あ、もししし皆さんんが起業する時にはなかかアタックでもしかしたらあのご支援 することできるかもしれませんし、アタックで働いてみたいなとか、はたまた I. G. P. I. で働いてみたいなってことも含めて。まあ、いろんな形で、皆さんと今後もご縁があればいいなというふうに思っております。はい、じゃあ、えっ、ー、と、本題に入りたいというふうに思います。 で本日の講義の目的というところで、まあ、多分なんか授業の始め方ということでですねなんかぼやっとしたタイトルだなというふうに皆さん思われてたと思うんですけども、まあ、ちょっとこんなタイトルになってるのもですね実は意味がありましてですね、まあ、それこそ武田さんとか村田さんと一緒に、まあ、講義の,あのアジェンダを考える中でですね、まあ、あの私、まあ、比較的後半の方であの登場しておりますけれども、まあ、そこまででちょっとどんな内容が出てくるか、まあ、分からない部分もある中で、まあ、そこでちょっとあの出てきてない足りない部分を私の方で まあうまくちょっとカバーできればなということもあるので、まあ、ちょっとこういう曖昧なタイトルを最初の方設定させていただいたんですけれどもまあ業をあの本当に始めたりですねでさらに始めるだけじゃなくって多分大きくしていかないと始めて意味ないかなというふうに思うんですけどもそのためにはまあこれ別に授業に限らずだと思うんですけども何をやるか っってていいいうふううううふふにに決決めめるるるるここととととどやかかが大事かなというふうに思いますすす、まあ、勉強する時もですね何を勉強しようって話とどういうやり方で勉強しようってことは考えなければいけないと思いますし、まあ、あのごご飯作るときもです、ね、何作ろうって考えた後にどうやって作ろうかを考えなければ進まないということになりますので、まあ、授業についても同じかなというふうには思いますで。何をやるかっていうところにつきましては、まあ、これまでレポートを作成したりですねあと講義とか来週以降皆さんフィールドワークに出られると思うんですけども、まあ、そこでもまあ あのふんだんにです、ね、取り上げられるかなと思いますので、まあ、どうやるかというところを中心にですね今日はあの取り上げができればなというふうに思っておりますでじゃあどうやるかということなんですけれども事、まあ、業を大きくしていくということにおいては、まあ、会社を経営する組織を経営していくということとほぼ同じことかなというふうに思います。 もちろんあの個人でもあの授業はできるかなというふうに思います。例えば私があのパーソナルトレーナーになりたいなと、もしも思ったとしたらですね、まあ、自分でこうあのどこかあのスタジオを借りて、機械を買って、個人でまあいろんな人と契約をしたり、当然契約って別に個人でもできるわけで、まあ、皆さんのご両親が家を買うときに、別にわざわざ法人を立てずとも、ですね多分個人であの契約をされてると思いますので、もちろん個人で契約をしたり、仕事をしていくってことはいわゆるフリーランスってことを含めてできると思うんですけれども、 やはりまあ1人でやっていくとあの、まあ、1人でやればいい事業というのもある一方で多分今皆さんが描かれているディープテックの世界というのは、まあ、皆さんの1日24時間だけではですねなかなか早く進まないと思いますので、まあ、いろんな人に協力してもらいながら大きくしていくことが必要だと思いますのでそのためにやはり会社というものを立ち上げることが必要になると思いますので今日はまあ会社を作る経営するっていうところをあの皆さんとお話しできればなというふうに思っております。 でまあ、経営者の仕事って何だって一言で言うとですね、まあ、やることいっぱいあるんですけれども日々いいいろんなな意思思決定をすすることとが、まあ、経営者のの一番の仕事かううふうに思いますあの地元の,あの少しまあ小さめの会社の経営者の人でもです、ね、誰でも知ってるような何十万人も従業員がいるような会社もですね経営者というのはやっぱりこう日々何をするかということを決めてあの指示を出していくということが一番大事なことになります。 でそんな中で,です、ねまあ、あのいいことばかりではありませんし、まあ、楽しいこと、つらいこといろいろあるわけなんですけれども、まあ、いろいろ、まあ、イベントもいろいろ起こります。当然、会社を作ってです、ね、会社をいざ始めるぞっていうところも、まあ、大きなイベントだと思いますし、まあ、これも後ほどお話し,しますけれどもやっぱお金がないと事業ってできないんですよね、うん、あの元手がないとあの何も物も買えませんし人も雇えないので、まあ、お金を集めるっていうことも経営者にとってはイベントですし。 あとはまあ大企業さんと企業連携していくるみたいな話もいろいろこれまであったと思うんですけどもまあどういうふうにあの大企業とねあの契約を結んだりあの提携を交渉していくのかということもまあ大事かもしれませんしまあエグジットってことで事業は誰かに譲渡するってことですね譲渡したりまあ IP o したりってことを含めてまあそういうことも一大イベントもあります一方でですねまあ大体こう人間模様とか交渉事っていうのが これ皆さんが日々生きている中でもですね、まあ、友人だったり親だったり、まあ、バイト先だとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、会社の中でも当然いろんなことがありますで、まあ、創業メンバー、まあ、何人か仲良く立ち上げたんですけれども、まあ、仲悪くなってみたりですねちょっとなんかやる1人が能力足りないとか言ったりですねいろ、まあ、んな仲違い喧嘩というのはどんな会社にも起きます。で あのまあ皆さん自身がこういいなと思ってらっしゃる会社もですね大体こう遠隔とかを読むとですね大体どっかでみんなが喧嘩したりとか別れたりとかですね元にまた仲良くなってくっついてみたりとかそんな人間模様があふれておりますのでまあそういうこともあると思いますしあとまあ資金調達をするっていうことは株主さんを迎えるってことになるんですけれどもまあ株主さん今あれですねこの3月決算の会社日本多いですので株主総会のシーズンだというふうに言われていますけどもまあ当然 会社にお金を預けてくれている株主さんと、まあ、ちゃんとコミュニケーションをしていくということで、まあ、よくあの物言う株主とかいろいろ言われてますけれども、まあ、ベンチャーだろうとなんだろうとやっぱり株主さんと交渉していくことは必要になりますしあと、別に今回あの来週のフィールドワークをやってくださる会社さんの出てこられる方とかは違いますけれども。 まあ結構、上から目線で,ですねなんか大きい会社の人がこうベンチャーにいろいろ行ってきたりとかですねそういう時にどうかわすかみたいなこともやっぱ経営者として頑張らなければいけないですしまああのどこかで必ず厳しい期をフェーズってまあどんなこともですねうまくいく前っていうのは夜明け前は一番暗いみたいな感じで,ですねまあ厳しい時が来た時にですねまあ今まで。 なんか近くに来ていてくれた人が離れていったりとかですねなんかもう何かいろんなものが買えなかったりとかいろんなことも起こると思うんですけどもやっぱそういうものをどう乗り越えていくかっていうことも経営者の役割ですし、まあ、ただ、こんな、まあ、日々こんなドラマチックですとですねあの死んでしまいますので365日の中でこう日常を回していくってことも経営者にとっては必要になります。でまあ 今回、技術の話、いろいろしてると思うんですけども、良い技術っていうのはあのディープテックで事業を起こしていくことで重要だとは思うんですけれども、技術力だけではあの会社ってやっぱり回んないんですよね。どういうふうに会社を進めていこうかっていう戦略も考えなければいけないですし、当然、会社の帳簿も締めなければいけない中で、会計とかファイナンスみたいな知識も経営者は必要ですし、あとも法律とか知財とか、あと組織も回していかなきゃいけないとかですね、やんなければいけないことがもう山盛りになります。 でもちろん経営者が自分1人でこれを全部できるわけではないですけどもやっぱり知見とか勘どころがないとですねじゃあ交渉もできないし誰かに。 あの社員の人にやってもらうってこともできませんのでやっぱり広い視点でですねこういうことを全て知っていることが必要になると思いますのでただまあ今日この後非常に広い内容をですね結構天候森盛り的にお話をさせていただくのでまあ今日ちょっと聞いた中で全部はもしかしたら消化しきれないっていうこともあるかもしれませんけれども今後皆さんがですねまあ,あの起業をしようともですねもしかしたらどっかの企業で勤めるかもいろんなことがあるかもしれませんけれどもまあ会社というものを 経営するっいうことの上で知っておくべきことの目次をですね、まあ、広く皆さんの頭の中にあの作ってもらえたらなというふうに思っておりますのでよろしくお願いしますというところで、まあ、今日授業講義終わった後にですね、まあ、会社経営するってこういう要素があるんだなというのがぼんやり皆さんの頭の中にできていたらいいなというふうに思っております。はい であのまあ、ディープテックというところで、まあ、皆さん、この講座の名前にもついていますけれども、まあ、先ほどまあ、ね、あのパーソナルトレーナーって言いましたけれども、じゃあ逆にフィットネスジムを運営するのでも、ですね IT 系の会社を運営するのでも、ですね、まあ、もちろんディープテックで違うところはあるわけですけれども、まあ、どんな技術とかアイディアで起業しようとも、経営の本当に本質的なところっていうのはあの変わらないですので、まあ今日取り上げる事例の中には、まあ、必ずしもディープテックの会社じゃないところもあります。 いますけども本質はあの変わらないといいいとうに覚えておいておいただけたたらなといいう,うに思いますただもちろん特徴的な点もございますので、まあ、それはその中で随時お伝えできればと思いますけれどもまあ、どんな事業にも普遍のポイントっていうのがほとんどかなというふうに思っております。でまあ、やるべきことをですねまあ、簡単に3つにまとめますとやっぱり付加価値を生み出して、まあ、持続可能な対価を得るというふうに書いてあるんですけどもまあ 何か新しいものを何か価値があるものがな,ないければ皆さんいろんなものにお金払っていると思いますけどもじゃあ例えばこのなんかあの数グラフあのこの容器を買うでも通信料金払うでも何でもいいと思いますけど皆さん価値があると思ってるからお金が払っているわけですのでやはり何かあっ あ何か価値がなければですねあの人がお金を払ってくれませんのでやっぱり皆さんは新しい付加価値を出すっていうことが必要になりますしあとも持続可能な対価を得るというふうに書いてありますけれども、まあ、最初はお客さん捕まえたいから安くやろうと言ってもですね、まあ、ずっと赤字のままではですね会社は成り立ちませんのでちゃんとあの払ってもらえるあの自分たちがそれを作るのにかかるコストと払ってもらえるお金というのがつながらないとですねその事業と続けていけませんので、まあ、そういうものを得ていくということをやっぱり計上は必要になると思います。 あとまあ変わり続けられる強い組織って書いてありますけれどもまあ当然例えば3人とか5人で起業しましたっていう時かもあればあの30人に増えて100人に増えて1万人に増えてっていう時があると思うんですけどもやっぱりですねあの 世の中って常に変わるんですよね、まあ、例えば為替の金額一つ取ってもねこう140円になる時代もあれば昔100円時代の百円っていう時代もあったわけですし、まあ、国際情勢もいろいろだし、まあ、あとまあ会社としてですね規模が大きくなっていけばやらなければいけないことがいっぱいあるんですけれども。 やはりあの強い人があの強ければ死なないわけじゃなくてやっぱ変わらない人があの昔からの恐竜の話でも言われますけれども変わらないとですねやっぱりあのその組織ってのは死んでしまうと思いますのでやっぱり変わり続けるということを意識することが経営にとっては大事かなと思いますしあと最後やっぱり良き社会の一員になるというところでまあやっぱり世の中にとっていいことをしていないとですねやっぱ最後は残っていけないというふうに思いますのでまあ皆さんやっぱり良き社会の一員になるんだということを意識しながらですねあの経営者なりあの社会 大事ににななっっててていいいしとう思おります最初にちょっと経営者のこう一生的なところのイメージをちょっと最初にお話しできるといいかなというふうに思っております。であの今後、皆さんが会社を立ち上げた当初はですね当然、一番左側のシードっていう会社を立ち上げた段階になるんですけども、まあ、でも今後、自分5年後、10年後どうなっていくのかなっていうことを。 なんとなく思い描きながらですね。最初の一歩、二歩を踏み出すのとですね。何もわからないまま、こう無策で、あの会社経営を始めるっていうのは違うかなというふうに思いますので。やっぱり先々のことを見据えて、頭を回しておくってことが大事かなと思いますので。まあ、こういった形で、一生という形で、示させていただいております。これ、まあ、ちょっとあくまでも例示ですので、別にこの順番通りに、あの正しくすごろくが出てくるとは限らないんですけれども。えっと、企業のフェーズ、まあ、これまでの講義の中でも、なんか名前は出てきたかなと思うんですけれども。まあ、いわゆる立ち上げの時期の。 まあ種っていう意味でのシードの時期があって、まあ、アーリーミドルレーターその後まあ上場したり M&A したりということがあります。で当然最初創業しましたとでその後まあと1人目2人目3人目の社員を採用してですねで当然社員を採用するとですね あのお給料払ってくれない会社に誰も入りませんよね、皆さん、あの給料は払えないけど入ってくれって言われて、まあ、だって入らないと思いますので、まあ、社員を採用するっていうことを含めてですね、あと、まあ、お金がなければオフィスも入られませんので、まあ、創業した直後に最初の資金調達というのをすることになると思います。で、この中でですね、えっとまあ、いい人に入ってもらうために、まあ、これもちょうどご説明しますけど、ストックオプションというです、ね、あの株式の一種のようなものを渡して、上院してくれないかみたいなことがまあ初期の段階では起こりますし、でさらに、 状況が進んででくると、まあ、あれですよね自分たちの,あのディープテックの中でこう特許を取れる権利を取れるようなものが出てきたりとかあともしくは大学で研究したものを元にあに起業したいなってことになると。 自分たちに特許使わせてくれみたいなそういう交渉もあるかもしれませんしでだんだん会社が大きくなっていくとですね、まあ、当然あの特許を出すのにもお金もかかりますしいろんなままさらに人も増やさなければいけませんので、まあ、その後さらに2回目のお金を集めるみたいなことが起きると思いますでここで流々と大きくなっていければいいんですけれども、まあ、ちょっとあのうまくいかない場合は場合によってはこう右下にあるような撤退とか生産みたいなこともあるかもしれませんし、まあ、どんどん大きくなっていくとまあ大企業と連携ができたりさらにお金を集めたりとか ですね。で、まあそうどんどん右に行くわけなんですけれども、まあだいたい。あれですね。会社が大きくなっていく途中で。まあ、あの初期の目的の時にもお話ししましたけども、もまあ、創業者間のまあ、いろいろ揉め事が起きたりとかですね。あとこう大企業病っていうのが発生するんですね。あのベンチャーを立ち上げたにもかかわらずですね。なんかいわゆるこうまったりしたですね。なんかあの？ いい会社優しい会社みたいな感じで、まあ、それ自体は大事なことではあるんですけれどもなんかんでベンチャーなんだっけみたいなことがやっぱ起きがちになったりしますので、まあ、こういうフェーズをどう乗り越えていくかっていうことを含めてですね、まあ、最後、まあ、さらなるグローバル視点解等もしながらですね当然会社をあの上場した場合はですね上場企業の経営者としてあの経営を続けることになりますあの、まあ、上場したからあの辞めるってわけにはいかないと思いますので、まあ、上場した後社長をするっていうことであったりあと M&A の場合はですね あの売却先の,あの会社の。 例えば KDDI さんに M&A しましたってことであれば KDDI さんの会社の子会社としてまあ社長を続けるっていうこともあるかもしれませんしもしかしたらその KDDI さんの社員になるっていうこともあるかもしれませんしまったもうあの売っちゃったからもう一回起業しようみたいなシリアルアントレプレーナーであったりあとはまあお金が入ってきたからじゃあ今度は自分はお金を出す投資家になろうみたいなまあそんな感じでですね大体いいエグジェットした経営者はですねまあ経営をし続けるかもう一回起業するかあの投資家になったり大体そんな一生を追うこと。 が多いいいかなという,ふうに思いますでディープテックはですねまあ、いわゆる IT 系みたいな会社と比べてやっぱりこのエグジットまでの期間がやっぱり長くってあの必要資金も高くなるっていう傾向が大きいかなと思います。まあ、なぜかというとですねやっぱり IT の世界っていうのはまあ、皆さんもスマホでいろんなサービス使ってると思いますけれどもやはりまあもの物を作ってですねこう <laughs> 生産するみたいなことはやっぱ必要なかったりしますのであの比較的、成果が出やすかったりするんですけれども、まあ、皆さん研究される中でこれから、ね、いろいろあの論文を書いたりとかあの成果が出るまでに長い期間実験をするみたいなこともあると思うんですけれども、まあ、いっぱいにです、ねあのはい、成果が出るまでに少し時間がかかるし、まあ、時間がかかるイコールお金もかかるということが多いと思いますので、まあ、ちょっとここが長めな覚悟をしておく必要があるかなというふうに思います。はい じゃあ創業フェーズちょっと入りたいと思うんですけれども、まあ、最初に何をすればいいですかねっていうところなんですけれども、はいまあ、チーム作りを行うことが必要かなというふうに思います。 であの先ほど一人でパーソナルトレーナーをするって話もあったんですけども、やっぱり一人でできることには、量的にも質的にも限界がありますし、あとやっぱり一人で事業をするんですって、例えば私が言ったところで、ですねいや、あ,あなた一人でできることに限界がありますから、あ,のあなたにあのお金を預けることができませんというふうにあの普通は言われてしまいますので、まあ、やっぱり一人だけでは投資を受けることが難しいですので、やっぱりチームを作って、ですね事業を始めようってことが必要になると思います。であのもちろんあの チームを立ち上げる前からですね、やりたいことを考えながらもチームを立ち上げることもあるでしょうし自分のやりたい構想を話してですね、チームあのメンバーにを募るとか巻き込むみたいなこともあると思うんですけどもやはりあの、はい、チームを作るっいうことが一番最初に必要かなというふうに思います。はい、でただしですね、あのまあまあ、皆さん言うまでもないと思いますけども、まあ、誰でもいいと。 人間だったら誰でもいいというわけでは当然ながらございませんというところで、まあ、これ少し3年4年前でちょっと古くなりますけれども、まあ、スタートアップの失敗要因ランキングというのがあるんですけれども、まあ、当然、ああ市場がなかったとかあのお金が尽きちゃったみたいなこともあると同時にです、ねまあ、あのチームが良くなかったというのもです、ね、あの上位に上がるくらいですので、まあ、あの皆さんなりにベストだと思うチームで始めることが必要かなというふうに思います。 はい、でじゃあ、どこで仲間を見つけるんだよっていう話があるかなという,ふうに思うんですけども、まあ、これも別にあの唯一の答えはないんですけれども、まあ、どういうケースが多いかなっていうところでいうと、まさにあれですね、今、皆さんが大学で学ばれていると思いますけれども、まあ、大学の友達と起業するっていうケースは多いかなというふうに思っております。ももちろんん、ね、皆ささ一緒ののの時間を過ごされて今日の共通点も多いいと思いますので、まあ ううままくくいいかなっていうことも思います例えば Google とか Facebook っていうのもこの大学時代の友人で立ち上げているということになっております。であとはですね実際に社会人になった後起業するっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、まあ大学の友人と似てるかもしれませんけども会社の同僚と起業するみたいなこともあるかなと思います。でこれはですねあのやっぱりあの大学だと別に仕事をしているわけじゃないので。 まああのまあ、仕事をするっていう意味でどんな人かがよく分かっているっていうところで、まあ、友達になる人と仕事をする人が、まあ、一緒の方がいいケースもあればですね、まあ、違う方がいいケースもあると思うんですけれども、まあ、仕事のやりぶりがですね、まあ、お互い分かっているところで、まあ、安定的に仕事できるみたいないいところもあるかなと思いますけども例えばオラクレであったりあとグリーとか DNA もこんな形であの立ち上げてるという形になります。であととはでででですすすねねねそそれこそ幼馴染も含めてです、ね、古くからの友人と一緒にです、ね、あの立ち上げ ああげるるみたいなケースもあると思いますでまあこれまあ個人的なつながりが強くて、まあ、厳しい時期も一緒に乗り越えられることが多いと思いますのでけ、まあ、喧嘩別れする可能性は低いみたいなことは言われたりするんですけどもただあの古くからの友人はお互い言いたいことも言えなくてですねこう幼い頃からのこうマウンティングが続いちゃったりとかですねあとやっぱり何かやめさせなきゃいけないとかそういう時期にとても嫌ないけどねやめさせられないとかそういうことが起きたりするのでや、まあ、めた方がいいみたいなことをおっしゃる人もいますけれども例えばマイクロソフトとか AIB とかはこういう形であの会社を作っていますということですので、まあ、こんな 感じですでに起業している会社はあのこういうケースが多いですけど、まあ、ただ、この、ね、令和の新しい時代ですのできっと皆さんたちなりの出会いがあるというふうに思うんですけれども、まあ、過去作られている会社はこんなケースが多いですよということになります、はいで。じゃあ理想的なチームってなんだっていう話だと思うんですけれども、まあ、あの私自身あのいろんなあの会社の経営者を見てきましたけれども、まあ、ビジョンは揃っている。だけど あの得意なことは違うっていうチームが、やっぱり基本的には理想かなというふうに思います。で、みんなで事業を起こすのに、やりたいこととか目標があってないと。 まあそんなううまくいくいいわけもななと思うんですよねなので、まあ、ビジョンが揃ってないとやっぱチームが崩壊することが多いですので、まあ、ここはですね絶対に妥協しない方がいいかなというふうに思っております。でやっぱりやりたいこととかあと何,何に嬉しいを何を嬉しいと思うか、まあ、まあ別にお金を儲けるっていうことも別に全然悪いことでは全くないのでやっぱりこうお金が好きな人もいればですね、まあ、世の中に対する意味あの思いが強い人もいろいろいると思うんですけれども、まあ、目的もちゃんと揃える必要があると思いますしあとはちょっと今言った話うに立つ。家畜 つま価値観っていうところも近くなりますけどもやっぱりこうどう,どういうものをいいと思うのって、まあ、皆さんもねこんだけ今人,人数いる中で何を良いと思うかっていうところってきっとバラバラだというふうに思うんですよねあとどういう組織作っていきたいみたいなところも含めてまあこういわゆるまあ夢を語るみたいなところが似ている人がいいと思いますしあと時間軸ですねあの早くやりたい人もいればのんびりやりたい人もいると思うんですけども、まあ、そういうところが揃っているっていうことが大事かなと思いますしで一方で異質っていうところはですねあのまあ あれですよね経営するメンバーあの物を売るメンバーあのエンジニアリングするメンバーっていうのあとデザインが得意な人とかいろんな人がいると思うんですけどももちろんスキル的にいろんなあの得意技を持ってる人がいた方がいいと思いますしあとパーソナリティもですねあの意外と違う部分もあ,のあった方がいいかなっていうところがあってまあ例えば3人で会社を起業したとしますよねで、まあ、よもしかしたらメディアとかにいっぱい取り上げてもらえるかもしれないんですけどもまあ結構前に出たい性格の人もいればですね あのそんんななのやりたくいいいってうう人もいると思うんですよね,もうね全員が前に出たいというとこれまたなんか誰がどれだけ注目されたかみたいなことでもしかしたら揉めちゃうかもしれませんし一方でもう誰も出てきたくないっていうとですねせっかく取り上げられてんるのになんかもう全然なんか伸びないじゃないかみたいな話もあると思いますので、まあ、それはちょっと今の分かりやすい例なんですけれどもやっぱり違うところがある人のほうが、ね、お互いやっぱ認め合えるっていうところがあると思います。のであの、まあ 似てる人同士でもいいと思うんですけれども、まあ、基本的にやっぱりちょっと違うところがある人が、あのもちろん3人、5人いて、もう全部、5パターン全部違いますってことじゃなくてもいいと思うんですけれども、まあ、多様性って話じゃないですけれども、まあ、いろんなメンバーがいた方会社の方があが伸びるかなというふうには思います。はい、じゃあ、仲間を集めましたと、じゃあ次どうしますかというところで、はいまあ、会社を作るということが大事かなというふうに思います。で先ほど言ったみたみいに個人ですと、まあ 一人一人ね、例えば3人で会社を立ち上げた3人で3人と取引をするってわけにもいきませんので、その3人が集う会社というものを作ることが必要になります。で、まずどういう入れ物を選ぶべきかっていう論点とですね、株式会社とか合同会社とか聞いたことあると思うんですけども、会社の箱にも種類がありますので、それをどう選ぶべきかということがあると思いますし、あと、 この会社の株式会社っていうのは、これもちょうどご説明しますけれども、あの株式というものをあの対価にですね、お金を集めるっていうことをするんですけども、まあ、誰が何パーセント持つのみたいな、まあ、よく大株主みたいな言葉が聞いたりすると思うんですけども、まあ、誰が何株持つのっていうことを決めなければいけないですし、あと、まあ、そもそもどこに行くとどうやって会社ができるんですかねって話があると思いますので、そのあたりを、はい、お話しできればというふうに思います。はい。で まあ起業するんであればあの株式会社が一般的かなというふううに思いいますで株式会社ってのはまああの会社法に決められている会社ですけれども、まあ、非常にまあよくあのできたあの仕組みの会社になっておりますので、まあ、株式というものを対価にお金を集められますしあとまあ上場するためにはこの株式会社という形であることが必要になります。で責任範囲としては有限責任というところで、まあ、あの出資した株の分はあのまあなんかもしも潰れたりという時には飛んでいっちゃうかもしれませんけれども まあそれ以上の責任は負わないという会社になりますしあとまあ手続きが多い程は多いんですけども。 まあ、あのルールが決まってるので、楽といえば楽なんですよね。あの皆さんが多分、あのなんとオリジナリティを出すのはですね。あの事業の方でオリジナリティを出すべきで、この会社の箱をどうするかってところで、あんまオリジナリティを出す必要はないかなと思いますので。まあ、そういう意味では、あのルールが決まっているってのは楽かなというふうに思います。で、方や合同会社というのは、あのまあ、上場できなかったりとか、いろんなことはあるんですけども。あの監査を受けなくていいとかですね。いろんないいこともありますので。まあ、上場しなければですね。この合同会社の形を取るっていうこともあると思いますけど、まあ、一般的には。 株式会社を立ち上げることとが多いいいかなという,ふうに思います、まあ、ただ、合同会社から株式会社にするということも可能ではあるんですけれども、まあ、株式会社というものに覚えておいていただければいいかなと思います。でまあ、先ほど申し上げたように、個人事業というのは、はいあのまあ、いろんなことが難しいかなという,ふうに思いますので、あの個人事業が向いているもちろんあの、はい、あの事業もあると思うんですけれども、皆さんが目指されるような企業というのは株式会社かなと思います。はい、で株式会社ですね まあ、あの会社の権利を細分化した株式っていうものを渡すことであのお金を調達するということになっています。でまずあれですね まあ会社の価値っていうのを最初100万円で立ち上げようということを決めるとです、ねまあ、70%持つ人が70万円会社にお金を振り込んで20%持つ人が振り込んで、まあ、10%持つ人があの10万円を振り込むというところで、まあ、こういった形で持ち分というのは決まっていきます。でこの会社の価値最初はまあ100万円なんですけどもこの価値自体がどんどん上がっていくというところでよく世の中であの上場している会社の株価株価って言われると思うんですけども、まあ、会社の価値っていうのは金額の値段がついているということになります。 でじゃあ株主はどういう権利があるのってところなんですけれども、まあ、最高意思決定機関である株主総会であの議決権を行使することができますし ああとあれですね基本的にはあの多数決になりますのでたくさん株を持っている人が大きな影響力を持ちますで。それぞれ何パーセントでいろんな議決権決められるかってことがあるんですけれども、まあ、例えばじゃあ取締役を選ぶっていうのは過半数の51%で決められるわけですけれども、まあ、この今のこの70%、20%、10%っていう持ち方の場合にはこの70%を持っている人があのこの人を取締役にするんだというとですねあの,他の2人がええやだって言っても、まあ、一応決められてしまうということにはなります。 はい、であと、残余財産分配というところで、まあ、会社自体がもしも生産するときにはです、ね、まあ、その財産をこの7対2対1で分配を受けることができるということになりますし、あとはよく配当金って話も聞くと思うんですけども、この配当もです、ね、この配当を出すよということを会社が決めた場合には、7対2対1であの配分を受けることになりますし。 あと、そうですね。まあ、スタートアップはあんまり配当ってことはしないかなと思いますので、まあ実際にこの今100万円でこの立ち上げた会社がですね。例えば100億円で売れた場合には、あのまあ実際にこのこれ以外にも株主が増えてくると思うんで、この7対2対1じゃないと思うんですけども、ま持、あ、分の割合に応じて、あのその100億円をあの配分するということになります。はいで、まあそうですね。まあ、権利があると同時に、あの会社の価値が今言ってみて、100億円に上がるとはい。あの儲かりますと。 いうことになりますので、まあ、皆さんもまあ株式投資されてる方いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、要は株価が上がったら儲かるというのがまあキャピタルゲインになります。で、まあ、合同会社も1つまあ例を挙げさせていただきますと、例えばアップルとかですね、ケロックとか、そういうところ、あとまあデロイトトーマツとか、そういうところはですね、あのはい、あの上場していませんので、まあ、合同会社になっているというところもあります。はい、これはあくまでででのご参考ですす、はい、次出資比率ですはい じゃあ設立時点、さっきの例は100万でしたんですけども、じゃあ最初にね、300万円くらいあるといろんなことができそうだから、まず300万円で会社を起こそうということを皆さんは決められたとします。はい、CEO とメンバー A、メンバー B、3人で、はい、立ち上げましたと。まあ、それぞれ CEO ね、あのメンバー A さんもメンバー B さんもまあいろんな境遇がありますと。まあ、どうやって出資比率を決めましょうかというところで、まあ、CEO の人は、 あのこの授業を引っ張っているんですけれどもまて、あ、言な,な,なんですかね別にあの今、まあ、この立ち上げる段階でお金がね手元にあるかないかっていうこと自体が別になんですかねあのその人の価値を決めるわけでも今後の授業の価値を決めるわけでも何でもないんですけどもただあのね権利を得るためにはお金を払わなければお金はないけど権利をくれっていうことはないと思いますので、まあ、現時点で例えばこう 100万しか出せないなみたいな CEO もいればですね、まあ、実家に頼むと結構、まあ、ピョンって出てくるみたいな、まあ、そういうメンバーもいますしあと親に頼むと150万くらい出てきますみたいなそんなのがあった時にまあ例えば CEO 総取りって別に CEO が 100%300 万円出す,、まあ、そうです親戚のおじさんから頑張って借金をしてきて300万出して CEO1 人が100%持つっていう形もあるでしょうしあとまあ誰か1人がちゃんと50%以上持っていて思決定できるようにした方がいいから まあ、CEO が60%持ってあとは半分ずつにしようっていうのもあればですね、まあ、3人で均等に割ろうよってそういう話もあるかなというふうに思いますけども、まあ、多分今皆さんなりに思い浮かべて、まあ、自分だったらどれがいいかなというふうにきっと、まあ、思われているものもあるんじゃないかなと思うんですけどもこれ自身ですねどれが正解とといいうことはあのな,な,ないですで、まあ、誰かに権利を集めておくということもいいかもしれませんし まあせっかく立ち上げるんだからみんなで平等だっていうのもあるかもしれませんしいいと思うんですけどもあの、まあ、無策で,です、ね、なんかあんまり考えないまま C4 全部持たせちゃうとかです、ね、3人で平等に配分しようっていうことは、まあ、しない方がいいかなというふうに思います。で、まあ、平等に配分するってなんか一緒にさそうですけれどもこれ例えば会社立ち上げたあとにです、ね、3人で仲が悪くなっちゃったらですね3人で俺,俺はこの権利を。あの ししななないいとかって言うと何も決まままらなくなってしまいますよね <laughs> じゃあ、えっと、さっき言ったみたいにいろんなことを決めるのには51%以上議決権が必要ですのでもう何もものが決められません解散するしかありませんということになってしまいますので、まあ、そんなことをするくらいだったら、まあ、責任を持って立ち上げるんだっていう CEO にある程度寄せた方がもしかしたらいいかもしれませんしかたやまあ、ね、もしかしたら CEO お金準備できないかもしれませんしただ CEO に全部集めてしまうとです、ね、この CEO がもしかしたら応募の人だった時にはどうするんだって話もあるかもしれませんのでまあ はい、あの一律のことはないんですけれどもあこんなことを皆さん考えながらですね最初に株のどう分け合うかってことを最初に考えることになります。でまあ,あのそうですね今ちょっとお話してしまったことと重なるんですけどもやっぱり意思決定権限をですねあのどこにあの保持するのかというところであったりあとまあさっきまああの どういうい資金状況かってことだけしか書きませんでしたけどもやっぱこの会社を立ち上げる時に誰々さんが開発した思いついたアイデアでやるからじゃあこの人にやっぱりいっぱい持ってもらおうよみたいなそういう価値観の設定もあるでしょうしあとやっぱりモチベーションですよね。なので、まあ、そういうことも考えなければいけませんしまたお金があるかないかっていうこともあるかなと思います。 でまあ、ただちょっと一番の丸1の2つ目の点のところにですねちょっと書いているんですけども、まあ、ディープテックってやっぱりこうお金が結構必要になりますし、まあ、エグジットまでの時間もかかりますので、まあ、ずっと過半数を維持することはまあ難しいんですけどもた、まあ、多分いろんな人からお金を集めるときに株をどんどん渡していかなければいけないので、まあ、過半数維持するっていうことはまあ正直難しいかなというふうに思うんですけどもただまあ最初の時点であの誰かに集めておくってことは1つの論点かなというふうに思いますがまあ 上にも書いてある通り、まあ、無策でやらないっていうことがあの大事かなと思います。はい。で、よくなんか創業株主間契約みたいなものをですね。あのまあ、結ぶことをまあ、し今したりすることもあります。で、ただ、これ結ばないと立ち上げられないっていうことでは全然なくてですね。創業株主間契約を結ぼうみたいなまあ、なんか？ 婚前契約みたいなものかもしれませんけどもまあそういうことをもしかしたら皆さん言われるかもしれないとかやった方がいいと思うかもしれませんのでまそういう時のためにどういうものですよっていうことのご紹介になるんですけどもあのまあ ね、もしも役員を退任したときにです、ねまあ、株式を買い取れるようにしないとです、ね、この,あの元創業者がいろいろ暴れたりとか,です、ね、なんか何もしないのになんか株価があるときになんかフリーライドしてるみたいな結構ムカつくことがあるかもしれませんので、まあ、そういうときには何、ね、かあったときには買い取れるよっていう契約を最初に結んであの会社を立ち上げるっていうこともしたりします。 まあこの時にはですねあすみませんちなみにこの資料あの講義終わった後皆さんにお配りしますので、はいあのまあ、細かいところはあ後でもちゃんと確認いただけると思いますのでご安心いただければと思いますけどもまあ誰が買い取るのっていうことをまああの決めておいたりですねあといくらで買い取るのっていうところでまあ立ち上げた当時は会社の価値300万だったかもしれないんですけどもまあどん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 あの会社の価値っいうのは上がっていくわけですよねだからあの会社の価値が上がったこの人が辞めるまでの分っていうのはもちろん何んか払ってあげなければいけないのかもしれないんですけども この創業者多分株式持っててもあ多分この段階では含み益なんですよね。会社の価値は上がってるかもしれないですけどもその株式を誰かに譲ってるわけではないので。 価値はあるけど別に自分自身がお金持ちになってるわけではないので、まあ、買い取れないみたいなこともあったりするかもしれませんので、まあ、その時に、はい、どう買い取るかっていうことはあの決める必要があるかなと思います。これあの創業株主契約とかって検索するとですねいろいろなんかこ今こんな右側に書いてるようなことも含めて出てくるかなと思いますので、まあ、興味あればさらに検索してもらえればいいかなと思います。はいじゃああれですね会社の持ち分も決めたぞと いうことになるとじゃあ今度は会社を実際に作ってみようということが必要になります。はいで主にここに書いてあることをやってもらうことになるんですけどもまずあの会社名決めなければいけません。まああのー 意外と、もしもあれだったら今後皆さんが、ね、あのベンチャー経営者の方に会うこととかあったら、まあ、会社名どうやって決めたんですかみたいなことを最初に聞くとですね、まあ、あの今日の天気よりもなんかいいこう会話のネタになるんじゃないかなという,ふうに思いますけれども、はいあのまあ、自由に会社名は基本的に自由に決められるんですけれどもあの似た会社のっていうのは商標登録できないんですよね。例えばあの皆さんが、 会社を立ち上げるぞサントリーって会社を立ち上げるぞっていうわけには多分いかないということだと思いますのであのこれあの商標チェックっていうのがあるんですけども類似称号はあの使えませんので、まあ、似た名前のところがないかを確認する必要があるんですけどもまず会社名を決めるっていうことが皆さんやることになりますでその後ですねこう定款っていうところで、まあ、会社の基本ルール根本原則を決める定款っていうものがありますので、まあ、事業目的に始まって、まあ、資本金がいくらでとか株主総会は何月にあの決算月はいつでとかそういうことが書いてある会社の 根本規則の定管っというふうに言うんですけども、まあ、それをちゃんと届け出る必要がありますしでそれをあの交渉役場に持っていくとですね、まあ、認めていただけてでさっきの資本金300万円を 払い込んそのあと、あれですね、当然、会社っていうのはあの儲かった分、ちゃんと税金を納めるという納税義務もありますので、まあ、税務署に行って、会社を作りましたということを届け出たり、あとは当然、社員の方がいれば、ですねあの健康保険とか厚生年金とか入らなければいけませんので、まあ、年金事務所に行くみたいな、まあ、そんなことをまあしますよということが、会社設立までの流れになります。はい じゃあ会社できましたと会社ってことは終わっちゃいけませんので、ぜひ事業を大きくしていただきたいなというふうに思うんですけども、じゃ次何が必要でしょうかというところですでにちょっとお話はしているんですけども、ま。あ まあ、お金だけじゃないんですすけどもやっぱお金必要なんですよね、はい、で当然開発したいと思う時にはいろんな機材も買わなければいけないかもしれないです実験道具も買わなきゃいけないかもしれませんし、まあ、人も雇わなければいけないでしょうしあと場合によっては設備をあの作らなければいけないかもしれないとかあと当然 PR も、ね、しなければいけないみたいなことで、まあ、やんなければやらなければいけないほどね いいいっぱいお金がいるんですよねでただ当初の期間っていうのはあの赤字があの続きますので,でこの間ですねでこ今この右下にどん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 下がっていますけどもまあ 要するにまあ黒字化して儲かるようになるとあのこの状況っていうのはも、まあ、儲かるってことは会社にお金が入ってくるっていうことになりますのあるところからこう転じるんですけれども、まあ、そこまではあのどん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 お金が減っていくことになりますので、まあ、自分たちの事業に賛同してくれて「いや君たちのその事業にお金を出してあげるよ」という人からお金を集めていかないと。 会社は続かなないいいととうことににっっててしまいますで会社って別に赤字でも潰れないんですよね。まあ、あの赤字だったらあの会社が潰れちゃうなんてことがある,あるだとしたら今多分あのソニーとかパナソニックとかってもう多分会社はもうなくなっていますしあの会社がお金がなくなった時にただその時に銀行とかがお金を貸してくれるので続いているということになりますので、まあ、お金がなくなるとあの会社は潰れるというふうに思っていますのでお金を金策をするっていうことが経営者にとっては非常に大事なことになるんですけれども、まあ、ディープテックはやっぱりさっき言って 時間がかかりますので、まあ、黒字化までの時間が難しいかなと思うんですけれども、ただ、一旦ここをぐいっていくと、成長のポテンシャルも大きいということがあると思いますので、まあ、ここをどう皆さんの,あの魅力で頑張れるかっていうところが、あのディープテックベンチャーの鍵かなというふうに思います、はい、でちなみにテスラ、皆さん、当然、イのローマスクの会社、知ってると思うんですけれども、まあ、上場した後もですも、ね、ずっとキャッシュフローはマイナスでした。 でまあ、あの当然、車を売って利益が出ていたと思うんですけども、次の新しいことにどん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 先行投資にお金を使っていたので、まあ、しばらくあのマイナスだということで、まあ、これを見てもですデ、ね、ィプテックってお金がかかるんだよということの紹介として、出させていただきました。はいまあ、でも、イーロン・マスクとかあのテスラっていう会社にかけたいという人がお金を出し続けてくれていたので、まあ、今あの形になっているということになります。はい ででもあれですよね、今、イーロン・マスクの例を出しましたけども、多分イーロン・マスクが会社に10人いても多分会社って多分成り立たないでしょうしまああのイーロン・マスクを支えるような人でもイーロン・マスクが1人いることでテスラってあのちょっと前の「ニューズピックスの記事でも出てましたけども、広告費ゼロなんですよね。 なぜならあのイーロン・マスクが自分でいろんなとこでこで出ていってツイートしたりとかいろんなことだけで売れるというあの奇跡の,あの会社なんですけども、まあ、そういう、まあ、だからああいう全能感あるあの経営者っていうのも非常に重要だという,ふうに思いますし夕暮、まあ、グさナの話もしたと思うんですけど、まあ、出雲さんっていうのもやっぱり、まあ、すごいインパクトある人で、まあ、やっぱ彼がいるっていうことであの会社自体のプレゼンスが上がっているってこともあると思いますので。まああの もしかしたらあの皆さん自身がイーロン・マスクだとしたらですねあのイーロン・マスクを支える人と会社を立ち上げればいいかもしれませんしもしもその辺にイーロン・マスクを見つけたらですねイーロン・マスクを支える立場として会社をやるってこともいいかもしれませんけども、はいまあ、いずれにしてもですねあのうまくお金を集めてくることが大事ということになります。はい、でお金の集め方としてはですねあの、まあ、借りるっていうこととさっき言ったみたいに株式を出してその代わりにあのお金をもらうっていうことがあります。 エ,ットとまあ、エクイティという形を言うんですけども、まあ、皆さんあの、街にいっぱい銀行あるのをご存知だと思うんですけども、まあ、銀行からお金を借りるということもできます。ただ、あの借りるという名の通りですね、ちゃんとあの返さなければ、利息を払ってあの返さなければいけませんので、お金を返せる目処が立ってきたらあの、銀行からお金を借りるっていう選択肢ももちろんあるかなというふうに思いますし、まあ、株式発行の場合は、まあ、個人投資家からベンチャーキャピタルまで、まあ、いろんな人からお金を出してもらうんですけども、 あの銀行と違ってですすねそのお金を返す必要はありませんただですね当然その株式というものに付随する配当とかがあればそれを払わなければいけませんしあの会社自体が売れた時にはその売却益がこの方たちにも入るということになりますしあと株主という権利を有することになりますけれども、まあ、通常はですねあの 事業を立ち上げたばっかりの時にですね。お金を返す。あのそんな3段なんか立たないと思いますので。まあ、最初はエクイティでお金を集めるというのがまあ、鉄則かなというふうに思います。はい。でまあ、資金の出して、まあいろんな人がいらっしゃいます。あの、株式発行一つとってもですね。まあ、いわゆる個人投資家インジェル投資家と言われるような。 まあ皆さんももしかしたら名前を思い浮かぶ方いらっしゃるかもしれませんけどそういう個人からお金を出してもらうっていうこともあるでしょうし、まあ、ベンチャーキャピタル、まあ、これまでの講義でいらっしゃった u テックさんとかあと KDDI さんも自分の会社でコーポレートベンチャーキャピタルされていますけどもそういうベンチャーキャピタルからお金を出してもらうっていうこともあるかなと思いますで、まあ、個人でそれぞれやっぱお金の出し手が違うんですよ別にあの例えばベンチャーキャピタルってお金持ちなわけではなくてですねあのベンチャーキャピタル自体も 自分たちいろんな人に投資をしてあのちゃんと儲けて皆さんにお金を返しますよということでお金を集めているのでファンド出資者からお金を集めていますもちろんそれユーテックさんも集めてますし世の中でいわゆるベンチャーキャピタルって言われてる人はみんなお金を集めてるんですけども集めてきたお金を皆さんに投資をしてくれるということになりますただコーポレートベンチャーキャピタルの場合はあの事業で得たいわゆるその まあ、KDDI さんの通信料とかで儲かったものをです、ね、あの元にあのベンチャーキャピタルやってるっていうこともありますけどもまだ基本的にはあの、はい、預かったお金ということになりますので、まあ、あのもちろん皆さんを応援してくれてる気持ちは変わらないんですけども、まあ、何を皆さんに期待しているかというとですね自分が1億円出したとしたらその1億円が何十億とか100億とかに変わること。 まあまあ、だけだけとは、言いませんけども基本的にはそれを期待している人たちです。でも、そういう人たちがいるから皆さん事業を大きくできるわけですのであの別になんかこう、なんでこの人たち儲けるのかということじゃなくてですねあのこういうお金を出してくれる存在っていうのはこうエコシステム上は必要になるんですけども、まあ、期待してくれていることはそこになります。ただ、CBC さんの場合はですね、まあ、事業しなき一緒に事業ができるってことを期待することもありますけども、まあ、基本的には、はい、この出資額がすごく大きくなるっていうことを期待しています。で有意点としては まあファンドの償還期限というところでまあ人からお金を預かってますよということはですねいつかは返さなければいけませんのであのまあ大体10年くらいで返すことが多いんですけどももうあのー お金を返さなければいけない時期になるとですね、早く上場できないのかとか、いろんなまあプレッシャーが当然かかることになりますので、償還期限までが長いところからあのお金を集めたほうがいいと思いますし、逆に償還期限が短い人は、今は出せないよって話になるかなというふうに思います。であと、キャピタリストとの相性というところでもちろん、なんちゃらキャピタルという名前であの法人にはなっているんですけれども、基本的にはこう自分の担当者、キャピタリストというのは担当者なんですけれども、担当者がいますので、まあ、担当者とやっぱりずっとあの上場まで、あの 上場なり M&A まで一緒に二人三脚二人三脚っていうまあ他にもいろいろいますけどその人たちずっと一緒にやっていくことになりますので、まあ、やっぱ何か合うなって人とやらないとですねなんかもういちいちムカつお互いですねどっちが悪いってわけじゃなくていちいちムカつくことになってしまいますので、まあ、相性がいい人とやるっていうことも大事かなと思いますで個人についてはですね基本的にはまあ自分のポケットマネーで出すことになるんですので、まあ、あのまあポケットマネーが化けたらいいなと思ってますけども 俺、あの会社に出してるんだぜ。私、あの会社に出してるんだぜっていう。まあ、結構名誉みたいなことはあの大事にしている。あのキャピタリストの人もいるかなと思います。でまあ、個人のま最大の問題はですね。 あのまあ、ずっといい人のままとはやっぱ限らないということで、まあ、法人はですね法人の中で誰か事件事故を起こした人がいてもですね、まあ、その人が辞めて、まあ、誰かあの引き継がれるだけなんですけどもじゃあ,あの私がお金を出してですねあの私がなんかちょっと悪い人になっちゃうとですねあの悪い人からお金を預かっている会社だっていうレッテルがあの皆さんにあのなってしまってですね,、まあ、ね人間ってやっぱどこでいつ何が起こるか分からないので、まあ、そういうリスクはありますというところはあの覚えておいていただけたらなというふうに思いますし、まあ、個人からいっぱいなんかよくあの協力してくれてる人 にっていうことで株をまいちゃう人とかいるんですけどもまあその人がもしかしたら反社会的勢力とつながっていることもあったりするかもしれないとかいろんなことがありますのであの個人の投資家にお金を出してもらうときには信頼できる人かどうかでもしもその人に今後何かあっても皆さん後悔しないかどうかっていう人からですねお金を出してもらうっていうことが大事かなというふうに思います、はいまあ、ただそれぞれ特徴を知った上であでお金を出してもらえる交渉をしましょうということになります。 はいでまあ、先ほどまあ出資額と売却額がビよーんと伸びることを期待していますよって話をしたと思うんですけども、まあ、それをちょっと図にするとこういうことですね、はいまあ、最初の時にはあの10で出したのがまあ100倍になるとかそういうことを期待しているということですので逆に投資家を受け入れるということはちゃんと会社の価値を上げて ちゃんとあの上場なり M&A をして、お返しするっていうことを義務を負うっていうことです。あの別にあの、ね、1億円君たちいいふうに使っていいよって出してくれたわけじゃありませんので、ちゃんとそれをあの返せるようにしなければいけないってことですので、もちろん個人だけで、個人とか仲間内だけでやっていれば、ですねその会社であのずっとその会社を営んでいけば、別に会社を上場するとかしなくてもいいかもしれないんですけども、投資家を受け入れるってことは、そういう義務を負うことだっていうことも、頭に入れていただけたらなというふうに思います。 はいまあ、でも借、ね、り手が向いてるビジネスってのもあってですね例えば私があのすごいうまいラーメンを作る人ですね1店舗ラーメン屋をやりたい時にですね、まあ 結構、多分それってあの何,何倍売れてどうなればお金返せるようになって算段ってしやすいと思いますので、まあ、そういう場合はですねあの最初から当然銀行借り入れをするってケースもあると思いますただ、ですねあの私がラーメン店舗を1店舗やったところでですね、まあ、儲かる量というのは知れてると思いますのでこう爆発的な成長は見込めないんですけれども、まあ、ただ別にエクイティを集めてくる必要もないかなと思いますので、まあ、こういうふうに例えば借り入れが向いているビジネスっていうのはゼロではありませんというご紹介です。はい でまあ資金調達投資家の目線ってことなんですけどもまあ皆さんお金集めるときにさっきのキャピタリストの人にどういうこと聞かれるのっていうことをちょっと簡単に紹介させていただければと思いますまああのこれまでのまあの発表の中でもいろいろ問われたことあるかもしれませんけどあの皆さんが出ていこうとしている市場はですね伸びるのとか波に乗れるのっていうことであったりまあ結局さっき対価を払ってもらうことが大事って最初の方に言ったと思うんですけどもまあ結局誰が その課題を感じて,てお金払っでまああのこういうものを考えたんですよって言えばですね多くのことは人はいいねって言うと思うんですよまあ実際いいねって思ってますしただ本当にお金払って買ってくれるのっていうとうんっていうことになることも多いですのでまあそのちゃんとお金を払ってもらえるかどうかっていうところがニーズにおいても大事だと思いますしあとまあよしに。 まあいいものって他の人いろんな人がそこを目指してやってくるわけですので、まあ、何が強いのどうやったら勝てるのっていうところはやっぱ当然説明する必要があると思いますしあとまあチームどういうメンバーでやってるのってことも当然聞かれますしあとまあいくらくらいでなんか上がれ上場するんですかとか何パーセント。 1> 今1億円出すといくら自分たちには株がもらえるんですかっていうことを当然聞かれるわけなんですけどもまあこれって別に VC 担当者に限らず誰かと話をするときにはまあ聞き手のインセンティブを考えることが必要なわけですけどもまあこういうことをあの考えて皆さん質問されるよというご紹介です。 はい、でよくあれですね、なんかまあ皆さん、今も事業計画ってことを聞かれてると思うんですけども、まあ、事業計画作ってきてください、持ってきてくださいっていうことは、投資家に言われるんですけども、まあ、あの狭い意味での事業計画からですね、まあ、広い意味での事業計画まであるかなというふうに思います。で、狭い意味での事業計画は、まあ、いわゆるあれです、ね、数値計画というところで、まあまあ、事業という、無、ま、形、あの。 も,ものをですね、まあ、ど,どれだけあの儲かるのどう,どういうふうにしたら稼ぐのとかどうやって PDC 回していくのみたいな感じで、まあ、売り上げがいくら立ってコストがいくらで,で利益がいくら出てとか損がいくら出てとかですねお金をいくら集めてみたいなそういう PL とストックをですね、まあ、数値計画をあの作ると。 他講義会で取り上げましたすみませんちょっと前のものは残ってしまっているんですけどちょっと今回は多分あのないと思うんですけどもあの事業計画をですねあのいわゆる数値計画ですねあのいわゆる PLBS っていうものを作るっていうところからですね戦略面ですよねあのどういうふうにして伸ばしていくのみたいなそういう戦略計画を出してくれっていわゆるピッチですねあのいわゆるピッチイベントとかでピッチ作るような資料だと思うんですけどもそういうことまであの求められていることがあると思うんですけどもまあ、広く言うとまあ、事業計画ってこういうことになっているかなというふうに思います はいじゃあ、はいもうなんかだんだんもうねあの時間を進んできましたけども1年目にまだまだ会社作りましたお金集めてきましたはいでもまだやることいっぱいありますと。 他に何がありますかっていうところなんですけどもまあ簡単に紹介できればと思いますけども社員を採用しなければいけないというところでまあ人を雇うためにはですね社内体制を作った上で、までいろいろこうあれですねサブロック協定とかまあいろいろあるんですけどもまああの帳簿作ったりとか就業規則作ったりとかそんなことも必要かと思いますしあとまあ当然雇用するときにはですねあの入社誓約書ってものをいろんなものにサインをしたりっていうことが必要になりますのでまあこれはこういうことがあるんだなっていうことだけ覚えておいていただいてちなみにこういうものをあの相談できる人は 誰ですかっていうとあの社会保険労務士さんになりますので社会保険労務士という言葉を聞いたらこういうことが紹介あの頼める人なんだなというふうに思い出していただければと思います。はい、であとですね当然1年間たったらですねちゃんと会社の決算を締めてあの株主に報告したりとかですね税務署に行かなければいけませんので、まあ、あの皆さん多分財布の中にいろいろこうね 領収書とか請求書とかいっぱい入ってる人もいるかもしれませんけども、まあ、ちゃんとこれをしっかり整理整頓して、ですね会計ソフトに入れて、ちゃんと帳簿を作ることが大事で、ちゃんと毎月作る必要があると思いますし、で、まあ、決算月には、ですね、まあ、決算月ならではです、ね、あのそういういろいろ仕分けを入れて、ですねちゃんと収入を作って株主に送って、あとまあ税務署にも届け出るということが必要になるかなと思います。で まああの申告前にですね何もやってなくても間に合わないじゃないかみたいなことが起こるとですね大変なことになってしまうと思いますので、まあ、日々、日々ですねちゃんと管理をしておくということがお金の管理は大事かなという,ふうに思います。なんかこう、ねこんな決算がまとめられない人に多分お金を出してくれる人誰もいませんので、まあ、ちゃんとこういうことをできるということも必要になります。はい、はいででであととと最後すすね株主総会を開始するというところで まあトヨタみたいな会社もですね設立1年目のベンチャーでも、ちゃんと会社法上、年に1回株主総会というのは開催しなければいけませんので、決算日のね、先ほどまあ総会シーズンって言ったのは、3月末決算でいうと、今から3ヶ月になりますので、多いんですけれども、ちゃんと3ヶ月以内に開催をして、招集通知を出して、いろんなことを決めるということを、皆さんもやることになるかなというふうに思います。 でまあ、ちょっと1年目終わったんですけれどもじゃあその先あのさらにステージを進めてみましょうというところでいくつかご紹介できればと思うんですけども。 まあ次ですねあの最初1年目にお金をちょっと集めたんですけどもまあ引き続きあの事業が軌道に乗ってくるっていうことはですねさらにお金が必要になるということになると思いますのでまたさらにお金を集めるわけですけれども最初にお金を出してもらう人とですねちょっとあつあのお金を出してもらい手が変わってくるかなというふうに思いますで立ち上げた時にはですねさっき言った個人投資家だったり早い段階にお金を出すことを比較的専門にしているベンチャーキャピタルからお金を集めてくることになると思うんですけどもまあだんだんこう技術 売上が最初立ってきたりとかですね、まあ、事業進展の段階になってくるとあのいわゆる金融機関系のベンチャーキャピタルですね例えばあの全部の銀行メガバンクあの ベンチャーキャピタル持ってますけども、そういう人がお金を出してくれるようになったりとか、あと、CVC さんあれですね、ある程度こう事業提携が見えてきた段階からお金を出してくれるようになると思いますし、あと、事業会社さん自身、株式会社なんとかっていう会社自身がですね、お金を出してくれるっていうこともあるかなというふうに思います。で、ディープテックはですね、やっぱり事業会社さんと連携が大事ですので、皆さん、そういうところからお金を出してもらう機会も増えるんじゃないかなというふうに思います。はい。 でちなみに資金調達をするときにまあ、これも後でお手元でまた改めて確認いただければいいかなというふうに思うんですけどもまあ、結局最後自分たち上場したりあの M＆A するまでにどれだけお金を集めなきゃいけないのっていう計画がないとですね今の時点で誰にどれだけ株売っていいかわからないですよねなのでそのストーリーを作るものを資本政策というふうに言いますであの設立時にはどういう株価で誰に何株渡してまあ、この後 1>, 1年後にどういう調達をしてみたいなことをですねどん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 ん積み重ねていってこういうものを作りながらですね資金調達プランを練るということが皆さんに必要になります。でこれなんか単純になんか高い株価で集めればいいんじゃないかとかですね今のうちに余裕を見てなんかたくさん集めればいいんじゃないかっていうふうに思,い思っちゃうかもしれないんですけれども基本的には、まあ、今回1株5万円でお金を集めたらですね次の時に すいません次は株価3万円で集めたいですということをえ投資家は許しませんのでダウンランドといって、まあ、本当に会社が潰れるくらいだったら認めてくれるかもしれませんけども基本的にはあの上げていくっていうことがセオリーになりますので本当は今の段階で3万円で集めておけばです、ね、次あの5万円という株価が適切だってそこで次にお金集められたかもしれないのに今回今の段階で変に5万円で頑張っちゃったから次お金集められないみたいなことがあるかと思うので、まあ、株価は単純に上げればいいって話でもありませんし あとまあ今ちょっと安心だから今のうちにちょっとお金いっぱい集めておこうぜっていう話になるとですねお金を集めるイコール株式をたくさん渡すってことになりますのでその時点での株価でこんなに株渡しちゃっていいのっていうことになるかもしれませんのでまああの集めすぎも良くないということになりますので最後あのいくらお金が必要なんだろうっていうことを綿密に考えながらこれを作っていくってことも経営上必要になります。 はい、でストックオプションですねでこれストックオプションというのはあのいわゆる株式ではなくてです、ね、あらかじめ決められた価格で将来あの株式を取得できる権利いわゆる新株枠っと言われるものになります。で例えば今の時点で公衆価格5万円ともらってこの会社が、ね、売却するときに250万になってれば、まあ、これだけ差額儲かるなということになりますので、まあ、あのこれあの従業員に渡すときには無償で渡すことが多いんですけれども、まあ、あの社員の人はまあ いつか自分がこの会社をちゃんと大きくしていったらこの進化予約権を行使できて自分もまあ金銭的にいいことを得られるなということで、まあ、それを配るということがあったりします。で当然メリットとしてはあの皆さんのインセンティブをちゃんと、ね、作っていい仲間を集められると思うんですけどもただこれ、まあ、いろんな形のものできてますけどもやっぱ法律とか税務とかいろんなあの仕組み等がありますので治験が必要になってきますしあと発行しすぎはやっぱ無理なんですよね。 あの普通は発行している株式のまあ10%から15%以内と言われてますけれども、いや、ベンチャーキャピタルとかに1000株出してるのに、いや、ストックオプション5000株ありますって言われたら、そんなおかしいじゃないですかって話になると思いますので、いっぱいにはその範囲に収めるということになっていますけれども、今後、皆さん、ストックオプションを配るというシーンもいつかあるのではないかなというふうに思いますし、もしかしたらベンチャーに入社をしたら、ストックオプションをもらうという機会があるかなというふうに思います望月、はい、さん、よろしいですか、はい。 あの質問がちょっとたまってきているので、人気順にちょっと上から出してあんいいんですが、はい、はディープテック企業を行うときには、市場の成長性、はい、それほど正確に評価できないと思うのですが、どのように自分たちが参入する市場の魅力をアピールするのでしょうかと。あなるほど ただです、ねあの、IT だろうと何だろうと絶対うまくいくものって確かな,なくてであの本,当に、ね、本当にその技術ができるのかっていうところは、まあ、神様しかわからないんですけれども、まあ、でも、やっぱりあれですよねあのその技術が今もうここまで来ているのであと,あと何ができたらあのこの技術ってうまくいくんですかってことを説明できればやっぱりその評価ってしてもらえると思うんですよね。あのいやあの何,何をか あとレシピのここの部分が実現できたら。 でできるんですっていう説明ができる段階までいっているのといやなんかよく分かんないけどできそうな気がするんですってのはやっぱ全然違うと思いますのであのこれができたらうまくいくんですっていう、まあ、どこまでできてますっていう話を伝えることが必要かなというふうに思いますしあとはもしも実現できた時の市場がやっぱり大きいってことが大事ですよねあので。できるかできないか分かんないとはその通りなんですけどもできるかできないか分かんないけどできたとしてもそこの先に市場が10億円しかありませんっていうのとできた場合には その先にはもう,何ですかねもう何千億って市場がありますよっていう時まあどっちにかけたいかって言われたらまあ普通はやっぱり後者にかけたいかなっていうふうに思いますのでやはり実現できるあの実現した後にあのに広がる世界の大きさとあとはこれをできればやるんだってこれを自分たちやりきるんだっていうところをちゃんとうまく伝えきれるかどうかっていうことが大事かなというふうに思います。 上に上がってきたのがチームの話ですね、チームを作るにあたって能力は萎縮な方が良いとのことでしたが、給与支払いの際に、能力の際によって揉めたベンチャーの例響あれば、教えていたただきたく <laughs> あそうですね、はいまあ、でもこれ、誰にいくら給料を払うか、ボーナスを払うかっていうのは、別にベンチャーに限らずですね、どんな会社でも,、はい <laughs> まあ、も、もめるっていうか、なんであいつのが評価されるんだみたいなことって、大企業に入ってもあると思うんですけれども。あの これもやっぱ価値観の差だなってちょっとまあストレートなお答えになってるかわからないんですけどもじゃあちょっとあの資金調達できて会社に何億円ってお金が入ってきたよって時に。 すすぐ自分の給料を上げたくなっちゃう、ね、経営者とですねあのいやもうちょっと頑張るんだっていう経営者がいるので、まあ、そこの価値観が合わないとなんかあの、まあ、揉めるっていうこともあるかもしれませんしあとはあの、まあ、もちろん創業者っていうのはあの、まあ、創業者がなんか、ね、すごい貧乏暮らししてたらなんか夢がないんであのそんな会社に入ってきてくれないっていう問題あるかもしれないんですけども、まあ、自分はやっぱり株を持っているのでいつかそのキャピタルゲインっても得られるかもしれないんですけども優秀な人に入ってきてほしいと思ったら まあやっぱりちゃんとした給料を払わないと入ってきてくれないっていうシーンがある時になんであいつの方が給料が高いんだみたいなことを言うちょっと器の小さい経営者ですとね揉めたりするかもしれないっていうことがありますのでまあそういう意味ではやっぱこう価値観が合うのがいいっていうのはそういうところかなというふうに思うんですけどもはい。 まあ揉めてるとこはあの年中あるんじゃないかなというふうに思いますっていうような答えです。はい。ありがとうございます。ちょっと銀行関連でいくつかあるので、はい、まあ見ながらちょっとそれぞれに当てていくようなご回答お願いします。あ、ですね。学生があ起業する場合にお金は借りられるか。あ、えっとはいあのかか借り うんい,いきなり最初から借りに行くってなると多分ちょっとあのどうやって返せるんですかって話でお金を借りるっていうことは今,今自分に元手がないっていことですよねあのご自身の貯金からできないんですかってううにまず多分ご自身の貯金でまず始めてみたらどうですかとかっていうふうに聞かれることが多いかなと思うんですけどもただあの確実に返せるっていうことがこれ学生だからって問題じゃないんですよねあのが学生だろうとあのおじさんおばさんだろうとですねあのちゃんとこういうふうにお金を返せますっていう説明が できれば借りられると思うのでまあ皆さんが最初に起業した後にちゃんと事業のイメージがついてきてベンチャーキャピタルからもお金を集められるような状況になってくれば学生であろうと銀行はお金を貸してくれるというふうに思いますのであの学生か学生じゃないかということよりもあの返せると銀行が判断してくれるかしてくれないかってそういうことかなというふうに思いますしあとまあ学生ってまあ皆さんはね若いかもしれないですけども別にね私が来年学生になっても別に世の中的にはいいわけですのではいまあそういう見方かなというふうに思います。はい でで赤字の会社あそうですね、まあ、あの銀行はですね、まあ、確かに赤字の会社っていうのはあの銀行ってやっぱりこうロ,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 ローリスクローリターンじゃないですか利息だけもらえればいいっていうことにしていますのであのベンチャーキャピタルっていうのはあのホームランを打てればいいというふうに思っているので、まあ、うまくいかないものも含めてホームランが 何本かのホームランでもこうブンブン振るようなそういうビジネスなわけで一方でこう銀行っていうのはちょっとまあ例えば適切がなんとシングルヒットをちゃんと打ってちゃんと利息を回収するっていうビジネスになりますのでやっぱり赤字だとですねあのそのちゃんとあのヒットを打つっていう可能性が低いかなと思うのでまあ赤字っていうコツだけで嫌がられるかもしれませんけどもただちゃんと返せそうだっていうあの返済計画を出せれば貸してくれることはありますし あとこれ結構問題ないですか？担保を取りますね、銀行は。あのー、よく、ね、多分、ね、ご両親が例えばローン組まれて家を買うっていうときにもあの当然、その買ったマンションとか一戸建てのおうのが担保になってるってことがあると思いますしあとこれ大きな会社になっても銀行からお金借りるときには例えば工場を建てたいからお金を借りますっていうときにはこの工場用地とか工場の設備を担保に入れてお金を借りるってことをしますので、まあ、そういう担保が出せれば、まあ、お金も借りられるかもしれないしっていう、まあ、そんなことになるかなという,ふうに思います。 はいえー、とどんな人からお金を借りるか出資するかってことだと思いますけど、まあ、これれ結構重視されますねあの私自身、まあ、あ,のあるいろんなベンチャーを見るときにはこの人から出してもらってるんだっていうとあじゃあ多分、この会社とかこの経営者ってきっと素晴らしい人なんじゃないかなって思ったりあ,なんかあの人が出してるんだと <laughs> ちょっとまあ人間関係的にも微妙かなみたいなことは正直やっぱ思ったり。 しますするる部分があ,るあ,るあるというののは事実ですのであの、はい、結構あの株主が誰かということは実際、重視されるかなというふうにこれはあの人に限らずあのベンチャーキャピタルがお金出してるんだったら、まあ、この会社いいんじゃないかとううに思ってもらったりすることもあのなんてこの人が出してるからあのダメだということにはならないかもしれませんけどもやっぱりいい人に出してもらってれば当然あのその皆さんの評価っての上が上るかもしれないないという,ふうに思いますはいまあ、もしかしたら銀行を任せてくれるかもしれないということもありますね。はい 最後上だけお答えして、また講義に戻れればと思います。あ、なるほど。学生のうちはノーリスクであ、あのー、<laughs> ままあ、いろんな意味があるかなというふうに思うんですけどもまあ まあ、まず、ですねあのこれ皆さん社会人になればわかると思うんですけども、まあ、東京大学の学生ですというのはですねこれ以上のものがないかどうかわからないですけども、まあ、非常にやっぱり世の中の人に応援してもらえるあの素晴らしい立場に今皆さんいらっしゃいますのであの応援してくれる人がいっぱいいるっていう意味で、まあ、そこにすごく信頼度がありますし。あとまああとままあの 別に、ね、学生でも今皆さんもしかしたらご結婚されてあの家族がいるっていう方もまあいらっしゃるかもしれませんけれどもまあそういうものをまあ比較的あの追っていないことも多いですしあとやっぱり失敗といえば若いうちにした方がいろいろまあ 成功のためには失敗って必要なんですよねで多分皆さんも、まあ、ちょっと皆さんどっちかというと失敗経験はもしかしたら世の中的には少ない方かもしれませんけれどもなんかこうあやっちゃったなっていうことにやっぱ学ぶことってすごく多いかなというふうに思いますのであの若い方がまあその失敗してもあの、ね、あの傷も浅いと思いますので、まあ、そういう意味でですねあのノ,ノーリスクっていうのはそういう意味も含めてあの若いうちにあの。 あと、なんかいろいろやっぱ考えすぎちゃうんですよね、まあ、年を取るとですね。<laughs> なんで、そういうまあ皆さんの熱意ある段階で起業するっていうのはいいんじゃないかなというふうに思いますはい、はいいありがとうございますじゃあ引き続き講義の方、<あ>お願いいたします。そうですね、はい 次ですね、えーと、ディープテックの価値の源泉というところで、えーとまあ、皆さん特許とか、まあ、いろいろお話し聞いたと思うんですけども、まあ、技術力とか、まあ、作り方とかそういうレシピみたいなものっていうのがこのディープテックにとっては非常に重要になることが多いです。で まあ、なんとかこれをちゃんと守るっていうことがあの会社事業を大きくしていけることにつながるんですけれども、まあよく知的財産とかって皆さん知財とかって、なんか1度くらいは聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけどもまあ、こういった形でですね。あの権利というのが守ることができます。で、知財って広く言うとまあ、著作権とか、あとまあ産業財産権とかその他ってなるんですけれどもまあ、著作権はよくあるあれですよね。それこそ、あのアーティストとかが持ってるようなものの著作権とかそういう権利ってのもありますし。あとまあよくある特許権とか商標権。って ところで例えばこの天然水とかって、まあ、もしかしたらサントリーさんが取ってるか取ってないか分かんないですけどもこういう名前自体も権利になったりしますしあの特許という形で技術を守るっていうこともあるかなと思いますので、まあ、よく知財というものが世の中には存在していますで例えばあのまあこちら夕暮れなの紹介であの恐縮ですけどもこの夕暮レなのところも特許というものを持ってそれを武器にあの会社を大きくしていますしあと商標権というところですいませんこれあの あの勝手に使うとです、ね、怒られちゃうのでちょっとあの書いてますけどもアップルの欠けたりんごのロゴあれを見れば誰でもアップルだと思いますよねでもしもあのアップルのものではないのにここにそのマークをつけたらみんながアップルのものだと誤認しちゃうといけませんので、まあ、当然それを使えないっていうことであの権利も持っていますしあとミッキーマウスの絵柄みたいなものも当然商標としては登録されているという形になります。はい、でじゃあ特許 全部その出願してあの権利としてればいいのかっていうとまあそればかりではなくてですね一般的にはまあ権利化するっていうことが多いかなと思いますでこれは特許庁に行って自分たちこの発明したので権利として見つめてくださいって話をして分かりましたあなたの権利ですよっていうことでも認めてもらうっていうのがまあ権利化ってことになるんですけどもまあこれはまあ責めっていう意味ももちろんあるんですけどもちゃんと守るっていう意味でも大事かなと思っていましてまあせっかくいいものを作ってこれをもとにあの事業を大きくしてるのになんか似たものを作ってきて 人がですね、なんか自分たちがこれ先に作ったんだって言って何かお,、ま、お前はその権利がないって言われちゃうと安心して事業を営めなくなってしまいますので、まあ、そういうことを言われないためにもですねちゃんと特許を取るっていうことがあの必要になりますしあとまあよく大企業ってなんかこう、まあ、ちょっとバカみたいにして怒られちゃうかもしれないのものすごい数の特許を申請してるんですよねでそれは何でかっていうとですね、まあ、事業をやっていくとですね、まあ、ちょびっとだ誰かのどっかに似てるっていうことってやっぱり起こりがちなんですよね。その時時ににお互いい様でしょっていう時に こというために大量のこの特許を権利化していてですね、まあ 自分たちこんだけ持ってるんだから、あの、あなたたちも、お互いにちょっとうまくクロスライセンスでやりましょうよ。ということをするために、あの、結構、だから、別にその特許自体で本当にビジネスをしてるかどうかわからない時もあるんですけども。まあ、あの、技術化できるたものは特許をしていこうと、いうことを、あの、しているっていうのは、この一番下の大企業はそういうことをしてるっていうのは、そういう意味になります。で、ただ、下から二つ目にある通り、あのお、お金もかかるんですよね。当たり前なんですけど、出願して、維持して。で、これ、グローバルにいろいろ展開していこうと思うと、国ごとに申請して、そこで。 費用がかかるってことになりますので、あの。 まあ使わないかもしれないけどなんか取っといた方がいいからってひたすらやるとお金がかかっちゃうので、まあ、ここはちゃんと意思決定しなければいけませんしあと出願すれば全部認められるとまではなくてもちろん新しいということと同時にちゃんと進歩しているという,なんかこうことも求められたりしますので、はいまあ、その辺はこう弁理士さんとかに一緒になって出願してもらうことが多いかなと思いますであとは秘密化戦略というところで当然特許というのはこの人がこういうやり方をあの権利化しましたよということが公開されることになりますので もう絶対誰にも見られたくないっていう時にはですねあのもう クローズににしちゃうう秘密すするっていう戦略もあります例えばコカ・コーラは別に製造方法の特許っていうのはあの申請していないっていうことになりますのであの権利がいつか来てるってことも含めて門外不出にするっていうこともあったりしますしあとはオープン化戦略っていう時であえて自由に使ってっていうことをすることもありますでこの根本の元の部分の技術はあのオープンにするからその上にあの使うその上でいろんな人がその先のことを考えてくれることでまあ結果儲かるからどんどん逆にオープンにしちゃおうみたいな。 そういう戦略を取ることもありますのでよくまあクローズオープン戦略とかいろいろやりますけどもまあこれもですねまあ皆さんいつかこう特許というものに向き合うときにあんなこと言ってたなというふうに思い出していただけたらなというふうに思います。特許権これなんかアオル発光ダイオードの,あの男子まあ皆さんちょっと聞いたことあるかどうかわかんないんですけどもあの基本的にはあれですねあの会社の発明した人というのは 私が何かを発明したら基本的に私の権利になるんですけれども私が例えばじゃあ経営競争基盤という会社でに所属してそこで給料をもらいながら何か技術が変わってた時には、まあ、会社のものだっていうふうに。 この職務発明というところであの最初に入社したときにサインとかをさせられることがありますのであの逆に皆さんはあれですねあのもしもベンチャーを始められるんだとしたらあの会社でけあの開発した技術は会,発会社のものですよっていう契約をちゃんと社員の人と結ばないとあの個人に全部帰属しちゃってその人が辞めた途端に会社の技術が何もなくなっちゃったみたいなことがありますのでこの職務発明っていうのはちゃんとあのお互いあの折り合うことが大事なんですけども、まあ、ちなみにその例としてまあ なんかすごい安すぎるってことが問題でこう揉めたりとかはしたことが実際あるんですけれどもまあただいずれにしてもこう職務発明っていうものをですね皆さんちょっとぜひ覚えておいていただけたらなというふうに思います。 はい、でこう取り扱いのチェックポイントってあるんですけれども、まあ、ちゃんとそうですね、従業員の人にちゃんと説明をして、ですね会社にするっていうことを、ルールをちゃんと決めて、ただ、あ,のあまりにねあの、ものすごく大きなものができたのに、いや、ビタ1問払いませんみたいなことになると思めますので、まあ、大きなものができたときには、ちゃんとこう報括的に払うよみたいなことも含めて、ちゃんとルールを作っていくってことが、ディープテックベンチャーには必要かなと思います。まあ、これもあれですね、あの弁護士の先生とかに相談しながら作っていく。ただまあ た多分今後皆さん、さっき弁理さんの名前も出しましたけども、いろんな専門家の人にあの相談することがあると思うんですけど、ちゃんと自分であの下調べして、自分なりに思うことをまとめてからあの相談に行くっていうことが大事になります。とりあえず、無策で行くと、ですねあの弁護士の先生1時間何万円もお金かかりますから、ひたすらお金がかかるってことになってしまいますので、ちゃんと自分なりにこうしたいっていう案を持って相談に行くっていうことをやったほうがいいと思います。もちろんんお金かかかかるかかんないいっててう以外にに考えてきた人に 来てももらわないと弁護士さんん困っちゃうんですよねすみません何が知りたいんですか何をやってほしいんですかってことになっちゃうと思いますので、まあ、いつでもですね自分の頭でしっかり考えるということを意識してもらえたらと思います。はい、で商標権ですね、あのはいまあ、こういう形で、まあ、うちの会社も IGPR のマークの商標権って取ってるんですけれども、まあ、ロゴとかサービスいいものができたらですねあの誰かにパクられないようにちゃんとのちゃんとあの と、これのものを登録するっていうことが必要かなと思います。はい、代表の直前にちゃんと自分たちが権利侵害してるとかいうことがわかると、もしかしたら上場できないみたいなことも起こってしまうかもしれませんので、人のものを侵害しないって、同時に、まあ、自分たちの権利を守るということもやった方がいいかなと思います。で、商標権ですね。あのもめたりとか問題あったケースって。 あのちなみに皆さんアップルの iPhone の,の商品見ると必ず裏にこの iPhone っていうあのこれあれですねインターホン作ってる会社なんですけどもこちらが商標権を持ってるので。あの ここにあの商標権をあの借りてますということが必ず書いてありますしあとあれですねちょっと前にあの面白い恋人っていうのを吉本興業が作った時にこう白い恋人と似てるじゃないかっていうことでうちに権利があるんだということをはい揉めたりみたいなしたことがありますのでいや別に商標権登録してもしなくてもいいんじゃないのってことじゃなくてまあ実際にこういうことは起きていますというご紹介になります。 はい、あとですね、まあの、法律をちゃんと守っていくということが、会社を運営していくことは大事になります。ものづくりをすればこう、製造物責任法、PL 法みたいなもの大事になりますし、まあ、医療系のベンチャーを立ち上げるのであれば、まあ、医師法とか薬器法とか、まあね、先日、高橋先生の説明の中でも、いろいろ法律の話だあったと思いますけども、まあ、そういうものも守っていかなければいけませんし、まあ、通信やるのであればこう、電気通信事業法とかありますし、あとエネルギーだったらこういった法律ということで、それぞれの業界ごとにです、ね、関係する法律がありますので、まあ、自分は、 どの法律守らなきゃいけないのかなということにも、はい、アンテナを張ることが必要かなというふうに思います。はい、でまあじゃあ事業展開が進んだ時にですね、まあ、今あの仲間が周りの人がいろいろお取り巻きが増えるとですねいろいろ気をつかなければいけないことがありますというお話も。 できればと思うんですけども、あのー、やっぱりあれなんですよ、誰かと何かを約束するときには、当然、契約書というのを結ぶことになると思います。で、あのーまあ、要はですね、まあ、ちゃんと契約を結びましょうというところと、まあ、契約には気をつけましょう <laughs> ということが、皆さんにお伝えしたいところなので、まあ、この詳細については、そうで,す、ね、後でちょっとまあお手元で見てもらえればと思うんですけども、あのーまあ、大体、 印紙税ものによっては印紙を貼ることがあったりして、あと大体タイトル一番になんとか契約書とか覚書とか書いてあるんですけど、まあ、実はですねあのこのタイトルには何の意味もありなくてですね本文にしか意味がないんですけども、まあ、大体こういうタイトルがついていて、まあ、1条、2条、3条といろいろ書いてあって、まあ、お互い夏印してあの持ちましょうみたいな感じで、最近はまあ、ね、あの電子署名とか電子臨義も増えているので、これ、電子的に結ぶケースも増えていますけども、まあ、こういったものを、はい、結ぶと。 いうことが必要になりますでまあ契約書の事例ですね今後まあ皆さんがもしかしたら結ぶ可能性が高いものをいくつか例示で挙げさせていただいてますけども、まあ、秘密保持契約書というところでまあ 必ず誰かと深い取引をしようと思ったら自分たちの秘密事項をいろいろ教えることになると思うんですよね。例えばこういう開発を考えてるから一緒にやってくれませんかっていうときにあのどういうことを考えてるのかを教えなければ相手と一緒に考えることはできなかったりすることになるわけなので私たちもコンサルティングの仕事をするときには必ずこのクライアントから聞いた秘密は守りますというこの NDA を必ず結んでいるんですけども、まあ、それをお互い合意するっていうのを大体何かをあの始めるときにはお互い結ぶことになるかなと思います。で情報 っていうのはまあお互い出し合うこともあるんですけどどっちか一方だけがもらうこともあるのでその場合には片方がこう差し入れるっていうこともあると思うんですけどもまあこういったことであったりあとは業務委託ですね皆さんがいろんな業務を誰かにお願いしたり業務を受けるときにはまあこ,のこういう内容で期間はおいくらで。 でそれぞれぞ例えば著作物ができた場合にはどういう取り扱いにするみたいなことを書いた、まあ、その契約を結んだりあとまあ事業を提携する時にはですね当然何を提携するのっていうところあとはまあそこに配達へって書いてありますけど あなたとしか契約を結びませんみたいなことも含めてですねあの事業提携の契約を結ぶこともあるでしょうしただあのどういう時にはあのお別れするのかっていうことを必ず書かなければいけないので、まあ、そういうことが書いてあったりあと一番下株主間契約ですねこれあの皆さん今後出資を受けると、まあ、株主と一緒にあの株式の内容についてもうちょっと謝べましょうっていうあの契約を結ぶことがあると思いますのでまあはいあの必ず、まあ、近いうちにこの株主間契約っていうのは起業した時には出てくるかなと思いますけど、まあ、こんな感じの契約がいろいろあります。 最近はひな形とかもネットでいろいろ載ってますのでのひな形をそのまま使っちゃいけないですけども、まあ、ひな形を見ながらですねどういうことが書かれているのかなっていうことはあの参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい であとですね、大企業ともアライアンスするっていうことですね、まあ、だんだんちょっと工場に来ましたけども、まああのまあ、ディープテックであれば、大企業とのアライアンスも必要になるかなというふうに思いますので、まあ、全部自分たちで基礎研究して、応用開発して、製造して販売していったところまで全部行こうと思うと、もちろんあの全部自分たちの思い通りにできると思うんですけども、まあ、異常に時間もかかってしまいますし、あと、最後、販売するとアフターサービスも含めてですね、全国各地になんか、アフターサービス 拠点を作るのかみたいなことも含めてやりきれない部分が出てくるかなというふうに思いますので,あのそうです、ね、基礎研究のところは自分たちであ,のある程度も,うもう持っているんだけども応用開発の段階だったりあとはもう作ってもらうところはもう大企業にやってもらいましょうみたいなことも含めてですね、まあ、いろんなあの組み方があるのかなというふうに思ったりしますで、まあ、下に右側にメリットデメリット書いてありますけどもまあ ま,あまだまだこうねあそこの企業と組んだらしいっていうとこうユーザーが安心してくれて信用力が上がったりとかそれこそ銀行からお金貸してくれたいみたいなこともあるかもしれませんしまあ 皆さんがディープテックベンチャーで立ち上げたときに、多分この研究とかあの開発のところは当然得意技にしていかなきゃいけないと思うんですけど、別に営業を別に売りにする必要がもしもないのであれば、ですねそれは誰かにやってもらうってことも一つだと思います。ただです、ね、あのまあ、大協賛とやると、もしかしたらあのちょっといろんなことにお時間がかかるみたいなことがあの組む先によってはあるかもしれませんし、あとまあ A 社さんと組んじゃうと、まあ、競合の B 社さんとはやっぱもうこのあとやりづらいよねみたいなこともできるかもしれないので、まあ、誰と組むかということは、はい、考えるべきかなと思います。 でまあ、やっぱり大企業の文化も含めていろいろ大変なこともありますので、まあ、今後、皆さんが、ね、起業してなんかこういうことがあったときには、ねまあ、IGPI なり冒頭でご紹介したアタックなりいろんなところでまあご相談に乗れればいいかなというふうに思っていますし、まあ、逆にご相談に来ていただけるくらい皆さんの事業が大きくなったらいいなというふうに思っています。はいでまあ、最後ですね 10年以上先もかもしれませんけれども、もしかしたらもっと早いかもしれませんけれども、じゃあ皆さんが自分の事業をですね、あのエグジットした後何が起きるかっていうところも最後少しお話しできればと思います。はい。で、まあ、よく IPO とか M&A のバイアウトの話って、これまでも何回も出てきてると思うんですけども、まあ、それぞれまあどんなものもいいところ、悪いところがありますってところですみません、これも他のご議会とか、すみません、ちょっと無視していただければと思いますけども、ただ他のご議会でもお話があったかなというふうに思うんですけれども、 あのまあ、当然上場するとですね上場企業の,あの社長ということでもしくは上場してる会社ということで、まあ、知名度とか信用力上がりますしあとまあ上場って何のためにしてるかってそこでさらに追加の資金調達ができるためにあの上場するわけですので、まあ、そういう機会を得られるというところとあ,のあとあれですねあの M&A よりも、まあ、エグジットのときのが会社の価値の金額自体は大きいことが多いと思いますしあとは引き続き、掲揚に関与できると思うんですけどもただデメリットも当然あって不特定多数マーケットで売り買いされるということは、まあ、不特定多数の株主がいっぱい出てくるということになりますしあとまあ上場の準備のためのお金とかあと上場するのにもです、ね、結構お金がかかるので、まあ、まあこれ日本でもこれくらいかかりますけど海外で上場しようと思ったら本当にお金がかかりますけれども、まあ、そういうものは払い続けなければいけませんしあと 当然、上場している以上いろんなことを守りなさいって言われますので、そういうことをやっていかなければいけないとかですね、まあ、そういう話は当然あります。一方ですね、あのバイアウトの場合はあの上場と比べてコスト負担、まあ、別にある人と相対いいでうちの事業、会社を売りますよってだけですので、まあ、コスト負担がなかったりとかですね。あと、まあとの 株自体を売ってしまうとそこで自分の株がエグジェットできるっていうところがあるんですけれども一般、まあ、にあれです、ねまあ、上場よりも、あのーまあ、上場すると、まあ、例えば1000億なんだけども、まあ、誰かにあのクローズドで売る場合には、まあ、もっと何百億になっちゃうよみたいなこともあるかもしれないので、まあ、その金額が下がってしまうっていうこともあるんですけれどもただ確かに上場するとです、ね、さっきの含み益じゃないですけれどもやっぱ安定株主で自分が居続けようと思うと自分の会社は上場したんだけども自分の株の持ち分は全然売れませんみたいなことがあるので。 でまあ、意外とあの上場してるからお金を持ってるってわけじゃなかったりする部分もあると思うんですけども、まあ、それぞれ、はい、いいところ悪いところあると思いますので、まあ、ただディープテックですとさっきの,あの事業のバリューチェーンを全部最後まで自分たちで作って IPO っていうよりももしかしたらその手前であの事業会社さんとかによってですね次のことをした方がいいかもしれないっていうこともあるかもしれないと思うので、まあはい、あのそれぞれどういうことがある IPO だけっていうことだけじゃなくてですねあの逆に言うとまあ起業した時から誰々に会社買ってもらいたいなと思いながらもしかしたら起業するのも 面白いかもしれないと思いますので、まあ、どちらかをまあぜひ目指してほしいなというふうに思います。はい、で会社売却後なんですけども、まあ、シリアルアントリープレーナーというところでもう一回起業するあのメルカリの,あの山田さんというのは実際、ジンガという会社を、ね、アメリカのジンガに売却をしてもう一回あの創業をしていますしただ、シリアルアントリープレーナーって結構日本では少なくてですね、やっぱ次もう一回。 いいものを立ち上げられるかなっていうのが心配であの立ち上げない人も多いんですけども、まあ、山田さんはちゃんとこれをやっていらっしゃる方ですしあとあれですねあの、まあ、元,元ミクシーの社長だった朝倉さんという人は、まあ、今はあれですねあの会社を売ってミクシーの社長になって、まあ、今は、はい、ご自身であのベンチャーとかやられてベンチャーキャピタルとかされてますけども売った後そこの会社の社長になったっていう経歴を取られた人もいればですね、まあ、ピーター・ティールあれですねあのペーパルマフィアの1人ですけども、まあ、彼はあのはい 会社を売ってもう投資家になっているというところでまあ結構本とかもたくさん出してますけどもこういう有名投資家になっていくっていう道もあるかなと思います。逆に IP o した後はですねまは出雲さん、今なおユーグルナのトップとしてあのやっていますしあとパーク社ですねまあ皆さんの先輩に当たると思いますけども上沼野上野さんもまあ引き続きパーク社の経営者でいらっしゃいますしまあビザスクの彼女とかもそうですね引き続きに携わっているという形になります。はい というところですいません、ちょっと結構時間をしてしまいましたけど、またあと,あと最後質問を受けられればと思うんですけども、まょうざっといろんなお話させていただきました。で、頭の片隅にちょっと入れていただきながらですね、あのまあ皆さんが来週フィールドワークで行かれる会社さんも、別に 最初からあの k d d i とかサントリーとかマネーォードって会社があったわけじゃなくて、ですねこの過程を経てですねあの大きくなっています,、ね、いますしこの中であったようなその別に特許の話もやってますし、まあ、大きな会社でもサブロック協定とか作ったりしていますので、まあ、会社ってこんなふうにやってるんだなっていうことを頭の片隅に入れながらですね来週以降はこう何をやるかっていうところに頭を切り替えていただいて、まあ、実習以降のフィールドワークもぜひ盛り上がっていただけたらなと思います。で今後もも、はいまあ、このの講講義義内でも講義あった

と一つ目が NDA について、特に初期のスタートアップがやたら NDA を結んでしまうと、投資家や企業家同士の口コミで技術が広がらず、機械損失を生んでしまうリスクがあるという話について、お話をお伺いしたいですあなるほどこれ NDA っていうのと、あとあれですかねあの、なんか独占みたいな、独占的に使うみたいな人なんかもしかしたらあの混じっているのかなというふうに思うんですけれども、NDA 自体は自分たちの あの勝手に他の人に喋らないでよっていうそういう契約なので、まあ、絶対にあの結ぶ必要がありますで逆にそれを結ばないとあの別に教えてもらった秘密情報を誰にばらしてもいいってことになってしまいますので皆さんの秘密情報がばらされちゃうってことになるので、まあ、NDA 自体はあの必ず結ばなければいけないと思うんですけども、まあ、これあれですかね。あの口コミで うんまあ、そうですねあのな、なぜのかな、こんないい技術があるらしいぜっていう、そういう話と、その技術のあの,あの秘伝のタレの部分を教えるって話は違うと思いますので、秘伝のタレをお伝えするとか、こういうビジネス構想があるんだよってことを伝える時に NDA を結ばなければいけないですしただ、なんかここに使えるいい技術があるらしいよっていうところは、皆さんに広めてもらえればいいと思いますので、そこはあの、なんですかね、NDA をあの結ぶ範囲ということだと思うんで。 あの機会損失はまあ生まないかなと思いますしあと、あ,あれですねちょっと話がずれあのぴったり合うか分かんないんですけど誰かとだけしかやりませんみたいな契約を結んでしまうと他にもなんかにも応援してくれる人とか一緒に組んでくれる人がいたのにっていう機会を逃しちゃうみたいなこともあるかなと思いますので、まあ、秘密を守ってもらうことはしつつあのオープンな部分はみんなに広げてもらうっていうそういうことかなと思います。はい ありがとうございます。チームン,、ね、ングについて、まあ、多様なチームがえっとうまくいった例がもしあれば教えていただければと思います。ああそうですねえっとまあだいたいあれですねあのベンチャーでいうとあのー、スーパーエンジニアみたいなあの人とあとあれですねあのとにかくこのさっき言った経理とか管理周りが全部できてあとこうベンチャーキャピタルとの交渉も前みたいなまあそういうチームであのやってるところがあのー。 いい、うん、いいかなとうふうに思いますであとやっぱ、ね、CTO っていうかあのいいエンジニアあの創業者創業者っていうか別に創業のタイミングでいなくてもよくってしばらくしてから CTO で入ってきてくれてもいいと思うんですけども、まあ、そういう人がいるってことはやっぱ大事であの多分今後皆さんの中で技術者が取ることすごく大事になってると思うんですけど、まあ、技術者の人ってやっぱり。 いい技術者がその会社にいるかっていうことを結構重視して会社にジョインする傾向があの強いのでもちろんあの CEO がいいなと思ってあのその会社に興味を持つきっかけがあったとしてもですねやっぱ CTO がなんか自分のこうなんか あの感覚と合わないとですね。やっぱ働きにくいとか思って辞めちゃったりするケースがあると思いますので、あのまあ、いいエンジニアをあの交えて、あとそのエンジニアを立てられるっていうチームであのやるといいかなというふうに思いますし。うん、そ,そうね。やっぱりそのうん、うん、まあ、そうですね。なんかやっぱそのうん、やっぱりそのエンジニアいいエンジニアがいた上で、あの管理とかできるような人と。あとやっぱさっき言った全能感ある人、やっぱ大事ですね。あの。 あのうちの会社すごいんだよって言ってこう元気を出させてくれるようなそういう人がいないとですねあのみんなでちょっと悪いことがあった時に全員で落ち込んじゃったりとかするのでやっぱこう明るく盛り上げてくれる人もいた方がいいと思いますので、まあ、そういう感じでやっぱもうちょっとなんかバシッとした答えになってないかもしれないですけどもそういうなんかやっぱいろんなメンバーがいるっていう例があの過去全部うまくいってるかなというふうに思います。 ありがとうございますオンライン最後でですね、まあ、これまでの話でもヒントがあったかと思いますが、まあ、金利上昇の影響で VC が資金を出しづらくなる冬の時代を乗り越えるヒットがあれば教えていいたただきたいです, <laughs> そうです、ね、今、やっぱり IPO のマーケットが、ね、悪くなっちゃっているので、あのー、なんか上場がちょっと先になっちゃったりみたいなことがあると思うんですけど、まああのーまあね、私とか就職氷河期って言われる時代にあの大学卒業したんですけど、まあ、あの就職 氷河期だからねあの、なんか就職できないとか、まあ、言ってても仕方ない部分もあったりするところがあったりしましたので、あのやり引くことをあの粛々とやっていくってことしかないかなと思いますであのどんなものもいい時期はずっと続くってことはないですし、あの悪い時期がずっと続くってことはなくって、まあ、別に氷河期って、それこそリ、ね、ーマンショックとか色んな時も含めてです、ね、あの金融的に良くない時期って、この10年だけ見ててもいろいろあったと思いますので、あのまあ 確かにこの環境が悪いから今の時期はちょっと資金調達を少なめにしとこうとかですね逆に言うと,ちょっともうこの先、さらに出なさそうだから今の時点、同目に集めとこうとかそういう作戦は立てられた方がいいと思いますけども、まあ、でもやっぱりその価値あるものを作るっていう根本を忘れずですねあのもしかしたらちょっとなんかペースが落ちちゃったりってことあるかもしれませんけどやるべきことを粛々とやるっということかなありがとうございます。 じゃ続けてですね、と会社が法律を破らないようにするためにどのような努力をすべきでしょうか。コンプライアンスを厳重にすることがやはり重要なのですか。ああ、そうですね。あの法律を破るの中にもあの意図的にあのや破破っちゃうケースとあの知らなかったっていうケースと両方あるかなというふうに思います。で、まず意図的に破る人はもうなんかあのもう あそう破らないようにやっぱりチェックのルールを作るっていうことだったり、まあ、危ないと思ったらすぐやめてもらうってことだと思うんですけどもやっぱ知らなかったっていうことは結構あの問題になっちゃうかなと思いますのであのちゃんとこうコンプラ研修も含めて研修やるみたいなこともあると思いますしあとはあのこの事業アイディアだとここの,あの薬機法を取らないと事業にならないよとかこの法律クリアしないとこの,この認可取りに行かないと事業にできないよみたいなことがあると思いますのでそういうところですね 逆に社内弁護士の人とかあともしくはまあ社外の顧問でもいいですけどもちゃんと法的になんか問題がありそうなものを早い段階であのちゃんと見つけられるっていうことを、まあ、社内、社外を含めてあの仕組みを作るっということが特許権を取得したにもかかわらず独自技術が流出してしまう場合があるとすればどのようなものがありますか。なるほど あのまあ、特許ってあの権利ではあるんですけども侵害してるっていうことをあの証明するできないと別にあの侵害あの分かんないじゃないかって話になると思うんで例えばハードウェアみたいになんかこう解体して明らかにここのこういう配線を使ってるからこれは権利侵害してるじゃないかっていう,うに言えればいいと思うんですけどもあの、まあ、別にそれが分からないっていうケースも、まあ、結構多いかなと思いますので。あのまあうんまあ、その 流出っていうのはあれですね、流出はあれですねなんか持ってっちゃうあの、昔なんかどっかで事件があったと思いますけども、も会社の,こうあの図面とかを持ってっちゃうみたいな、そういう意味での流出はまあさっきの,あのコンプライアンかもしれませんけども、さっき言った公開するっていうことはレシピを出すってことになりますので、まあ、あのそれをうまく真似られて回避されちゃうってとか、あと証明できないみたいなことは実際あるかなと思うんで、まあ、そこはリスクとリターンの折り合いかなというふうに思います。 はいじゃあ残り2つで質問打ち切りもし他に質問があればあの事業後に受け付けられればと思います。一、はい、つが有限責任の形式で起業する場合に起業家が負うリスクは、外に何があるのでしょうかとあそうですね、あのもしも借り入れをするときにです、ねまあ、最近はそういうことさせられないですけども、まあ、個人の,あの個人保証をつけろみたいなことを言われると,あるれるとすると、まあ、それもリスクになるかなと思いますしまあ、うん。 まあまあ、あとはまあもうまくいかなかった時に、まあ、別にそんな時が経てばあの大体なくなると思うんで本当に悪いことをしてない限りは消えちゃうと思うんで問題ないと思うんですけどもあの人失敗したらしいねみたいなことを言われるっていうことは一定期間あるかなと思うんですけど、まあ、ただあの犯罪でも犯してない限りはですね、まあ、時とともにそんなことはみんな忘れてしまいますので、まあ、私自身は、まああのま、真面目にそれに取り組んで真剣に果敢にやってる以上は、まあ、この出資金と あとはあれです、ね、その借り入れれでもしもし保証をつけられたとのリスク以外はなないいかなと思いますただ、まあ、たくさんの社員とか仲間とかいろんな人に応援してもらってあのやっているので、まあ、そういう人たちにまあ申し訳ないなというふうに思う気持ちはもしかしたらあるかもしれないなと思いますけども、まあ、ただあのリスクを取らずにです、ね、何かが生まれるってことはないと思いますので、まあ、リスクはぜひ取っていただきたいなというふうに思います。 ありがとうございますじゃあ最後に契約を結ぶ際に場合によっては利益の衝突なども生まれると思いますが何に気をつけたらいいでしょうか契約の専門家などに依頼するのが良いでしょうかあそうですねあの契約を結ぶ時にはね利益の衝突しか大体起きません <laughs> あもちろん何んていうんですかねあのいくらであの家を買いますみたいな話とかこう結構フォーマット化しているようなものっていうのは別に、まあ、そこでなんか不動産会社と喧嘩してるとかって聞いたことないですけども、まあ、基本的にはあの交渉なので契約を結ぶっていうことはあの だいこうハイボールをまあだ,だ,だめかもしれないと思いながらですね普通はハイボールを投げることになりますのでまあちょっとでも自分に有利な権利を取りたいということであの利益の衝突はありますとただ、落としどころを見つけないとですねあの本当にこれはもう相手飲んでくれないんだったらもう契約できません一緒にできませんということもあると思いますけどもまあ最後はこう落としどころを見つけていくということになると思うんですけどもまあこれはやっぱりそうですね弁護士の方に相談するということが基本的には必要かなというふうふに思いますし大事な契約は必ず弁護士さんに見ていただいたほうがいいというふうふに思います。 はい、はい、ありがとうございました。それではえっと後期の方、えっと修行したいと思います。望月さんありがとうございました。